you're running out of luck, need to get unstuck, so golf. When you're up against the wall and you cannot fall, so golf, golf.副音声の感じでやりますけれども、内容はすごく濃いです。そして本日も元サッカー日本代表ゴールキーパー本並健二さん来ていただいてます。はい、お願いします。っていうか、あなた司会やるの？MC です。MC やるの？大丈夫かそれ？もう枠としては MC です。あ、お笑い担当ねえかな、こう感じに。まあそうですね。まあどっちかですよ、もう。せやな。はい、僕はどっちかで生きていきます。こっちかこっちですよ。みんなそっちでたの。はい、よろしく、はい。はい。ありがとうございます。で、本日はもう一方、J リーグ発足時からベルマーレ平塚を支え、1998年のワールドカップ、日本代表選出された小島伸幸さんです。よろしくお願いします。はい、ご挨拶をどうぞ。はい、はい、あの初めてなんでお手柔らかにで、あの見てくれは年取ってますけれども、本並さんの方が、年上です。本並さんで呼ばないと怒られる。当たり前の呼び捨てと、ね、そして私 MC 高木義成の3人でお送りしてきますが、大丈夫ですか？大丈夫ですよ、はい、ついてきてくださいね。、はい、先輩を使い倒しますから。圧、はい、がすごいな。で早速、今回日本代表は、J リーグの若手選ばれました、はい、香港戦中国戦を見ていかがですか、本並さん。いや基本的にキーパーに関してはあんまりボール来なかったですよね。そうですね、中国戦、はい、この2戦に関してはだから今日は結構忙しくなると思うんで、まあ、注目するところあるんじゃないですかね、はいはい、小島さんは。そうですね、まあね、ちょっと見せ場が、ね、ない2試合だったので、うん、まあ、今日、まあ、これで、ね、序列が少し分かったような感じはしますよね。どこに誰を当てるかっていうところで、はいはい、ね、まあ、だから谷がこのまま、ね、はい、上にスライドできるかどうか、うん、結構正念場なんじゃないかなっていうふうには思いますけど、はい、うん、まあ、そんな今日のゴールキーパー今おっしゃったように、まあ、手作り感満載なのでね。、はい、スターメン、はい、谷選手ですが、どうですか本並さん、谷選手のイメージの印象は。まあ代表にちょっとね離れてましたけど、まあ安定感あるし、はい、ゲームで試合、チームでもね試合出てるんで、まあまあまあやっぱり代表する将来的には非常に安定感があるんじゃないですか。なるほどなるほど、まあ、ガンバの後輩にもなりますもんね。あんまり知らないよね。そうですよね、はい。まあ、それがフックなんで今度、まあ、今湘南ですけど、湘南の後輩にもなりますよねっていう話まで仕込んできたんですよ、はい、なのでこの話はなしです。なし、はい、あんまり知らないよ。まあちょっとスタメンはこのような形になってますけれども、うん、勝てば優勝、うん、引き分けで2位だ、勝たないと優勝できないです。あれ E1 勝ってないんだよね、あんまりね。勝ってないよね。前もなんかすごく、前回も結構負けてたよね、うん、大敗してたよね、韓国に。で僕はあのこのワンゴールキーパーのあのこの日の煽りの YouTube あったんですけど、ええ、日韓戦の勝敗があんなに開いてたんだなと思って、うん、そんなイメージありますか？十何勝で40敗40敗、うん、でも確かにね、過去苦手にしてたのは確かですよね、うん、僕らがやっぱりワールドカップ出るまでってそんなに拮抗した試合じゃなくて、韓国を倒さないといけないよっていう感じだったから。へー、やっぱそうなんですね。差は、うん、韓国の方が先にワールドカップはやっぱり行ってるし、うんうん、予選なんかでも、ね、どちらかというと格上っていう形でずっと見ていたような気はしますよね。それも30年前までやね。だから30年前からの勝敗比べたら、うん、多分そんなには負け越してないと思います。そこまでやっぱ勝てなかった印象が。多分僕らより、ね、もっともっと上の台から脈々と計算されてるもんだから。まあそうですね。うん、これからじゃないですか。はい、うん、やっぱ今日とか、なんか一発ここでタイトルかかった試合になるんで。うんうん、なんかアピールしないと。そうですよね、残れないからね、これ、
何人残れるかっていう話になってくるからね、実際問題。あ、今日中国勝ったんですね、香港に 1-0 で、うん、なので、まあ、どの道勝てば優勝なんだよ、勝てば優勝、まあ、どっちみち両方とも、うん、で谷選手も一時期代表外れて、うん、まあ、クラブで苦しんで、で今コンディション上がってきて、うん、この大一番、大一番当たるって結構キーパーとしてはストーリーできてますよね、うん、1回落ちてまた選ばれて、うん、この大一番で活躍すればワールドカップが見えてくるポジション、うん、でやっぱり当落戦場の選手ってね、今代表って誰、ゴーンちゃんが1番で2番手がシュミットか川島、うん、ああ一応その3人が大体決まりやね、 そうですね、そこに入れるかどうか、はいはいはい、まあ30過ぎオーバーばっかりなんでね、うんうん、あのやはり若い選手をあの連れていくっていうのであれば、うん、やっぱり可能性はすごく、うんうん、将来的にね出てくると思うし、うん、僕の時は逆だからね、若い選手いっぱいだったから俺が入っちゃった、うん、あ30過ぎて、小島の時もそうだけど、吉勝の時もそうだよね、だから吉勝と楢崎でしょ、うん、だから、まあ、とりあえず30代を1人入れとけって言って、うん、俺が入った、うん、あのバチバチやってる時代の2人ですよね、そうそうそう、まあまあまあ、あのライバル同士若い2人で、はい、どっちが1番取るか、じゃあもう30代に1番はやっとけっていう、それからだよね、一番ワールドカップ出場できない説っていうのもつい最近まで、つい最近の大会まであったんじゃない、そうやった、ね、あ一番出てるイメージだって98年僕でしょ、はい、でその次が一番吉勝がつけて楢崎だっけ、そうそう、うん、その次もそうだよね、そう、うん、変わったんだよね、うん、へー、ちなみに代表の試合っていうのは緊張するもんなんですか、本並さん。緊張するでしょ、うん、します、本並さん、ま、本並さんはしないと思う、するわいや全く違うから、ね、J リーグと試合が、あ、そうですか、全くあのプレッシャーが半端ないし、やっぱり国家斉唱、うん、あそこがやっぱりね、うん、震えるものありますか、うん、もうあれを聞いた瞬間に、なんか粗相はできないなっていう、なるほどなるほど、うん、あの変にプレッシャーかかったりしますよ、うん、監督とかキーパーコーチからとか、なんかこの具体的に指示とかってあるんですか、僕らの当時ってあんまなかったでしょ、ないね、別にそんなに、J リーグの試合だって、はい、でもありました、あの自分でコーナーキックのあれでこうこうこうやれって、あのコーチから指示ありました、まあないっすね、どちらかというと、はい、お前あのコーナーキック の, その配置を全部やっとけぐらいな感じで言われたでしょ、お前がやりやすいようにやればいいんだからって低よく責任をなすりつけないです今でもやっぱり本当にね、細かいところまでスタッフがやってくれるから、そうっすね、で片やでもあれみたいですよ、キーパーコーチのそのなんかセットプレーとか任されるじゃないですか、うん、それがキーパーコーチがすっげえ責任感持ちすぎちゃって、うん、すっごい嫌になってるっていうのは聞きましたよ、あれがだから去年まで俺がそうだですよね、と思ったんで、もうねコーナーキックから点取られるとうーしゅー、大体あれなんですよね、それ点取られた瞬間監督ってパッてキーパーコーチ見ますよ ね, ね、責任転嫁できればいい、でそれを踏まえて小島さんは指導者で、うん、あの選手にはどんなアドバイスするんですか、そういう時は。いや、うん、あの取られても同じようにやっぱりその自分のミスで、ね、コーナーキックとかクロス出てって失敗してもあのもう一回同じように出なきゃダメだ、うん、あでやっぱり自分の幅を狭めちゃいけないっていう、はいはい、だって出られるのに出なかったらディフェンスがやっぱり大変になるんだから、うん、意外とこうミスすると消極的になりがちになるから、うん、そこのところはなんか、まあ、ミスしてもひるむなとは、まあ、そうですよね、うん、ポジティブに、うん、本並さん監督やられてたじゃないですか、うん、監督の立場的にはどういう感じなんですか、そういう指示的なところ、指示的には基本的にはもう DS の後ろは全部カバーしてくれる、だから DS はもう前にプレッシャーかけて前でボール奪え、はい、その頭を越えてきたら全部
だからヴェルディの時に最後までやったような感じ。要は今の感じやね、今ハイライン保って裏は全部キーパーっていう感じ。それは常にやって、だから足元の技術は相当そうですよね。あと機動力ですよね。そうそう、あだ実際 J やってたやん、コーチ、うん、で学生やってるやん、うん、その違いってある。いやでもやることは一緒ですけど、うん、やっぱりあの少なくはなりますよ。あやっぱりあの本人たちに考えてもらうっていう、あ全部やってあげちゃうと、うん、やっぱりちょっと育たなさすぎるっていう。それは学生の方が、そうそうそう、あのプロの方はほら勝負かかってるから、自分かかってるもん、うん、確かに確かに。学生だとその勝敗よりは選手が伸びてってくれないと、将来的にあのいい選手になってくれないと困るので、あ、まあ、その辺はねあの楽してます楽してますよって言っちゃダメなんですね。なんか今の学生さんはみんななんか1から10まで言われないとダメみたいなんですよね。でそれがなんかこうあネガティブじゃなくて、うん、いや言ってくださいよやりますからみたいな、うん、でも言われなきゃ分かんないんですよって平気で言ってくるんですよ。指示待ちが多いの。多いですよね。多い。あでもねキーパーなんてその場面場面で全部自分で判断して、はい、言われてから動くんじゃねえ、やっぱり遅いからね。そうですね。こういうことが起こるだろうなっていうのを予測しながらやっぱりプレーしなきゃいけないから、うんはい、ねそこはまあ難しいところだよね。今日はまあこれ YouTube ライブってことなので YouTube の機能をフルで活用してきます、コメントいただけましたら、どんどん読みますので、まあ、お二人でもいいですし MC 高木の評価でもいいですのであの一番マニアックいただけたらと思いますのでよろしくお願いします。で今日僕さっきちょっと見たんですけど特別なもの小島さんが持ってきちゃったということで。持ってきちゃった、はい、もうご紹介させてください本当に。あ、すいません。こちらわかります？グローブです。これワールドカップの時、ワールドカップの時に使ったやつですね。あもうはーしか出ないです。まずあの支給あのワールドカップ用に支給されたもの で今あの現行で売られてるのがこれなんですよ、はい。で多分これとそれで大きく違うところが1箇所だけあるんです。まあ僕は分かりますけど女見さんどうですか？知らない本当ですか？これね多分これあの見てる方にちょっと見せてあげると、はい、ウールマーキング大きさ、そう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 、このねマークの大きさなんです。あそうなのこのマークの大きさが規制されてるんです。あそうなんですか？本大会、で多分赤の方はここに黒いの貼ってあるでしょ。ここにウールシュポルトって入ってるんだけど、ね、あのマークかその文字かどっちかにしなきゃいけないっていうんで、こっちは消してあるんですよ文字が。すごい。で大きいでしょ、丸は大きいじゃないですか。でもマークはねここだけになってる。だ本当に2センチか3センチ角の中に収まるようになってる。物持ちええよな。こんな俺その当時だからカピカピなんだよ。いやいやもうすごいカピカピですよ。だから今もう中入れてあるんですよ。でもカピカピとはいえですよ。俺も使ってたもんこれ。そうですよね。うん、はあ、これちょっと大事に。はい。もうでも何十年、98年だから24年前、物持ちいい。物持ちいいです、良すぎるわ。これ、分かります？ビトンっす。ビトンのボールで、98年、これ登録メンバー全員あのプレゼントしていただいて。これは日本だけじゃなくて全チームじゃないのかな。これ空気入れてサッカーしたから空気入れて空気入れて一発目蹴る勇気いりますよね。めっちゃ足痛そうこれね。もうでも中空気入るか分かんないけど、はあ、ワールドカップでこれもらっただけ。もらったのと帰りにモエシャンドンかなんかのボトル1本もらった。今ってウンブレの時計持ってるやん。あもらえますね。ああスーツはいただいたような気がする。だからもっとどんどん良くなってるんですよ、ね。まあ、この
チャンネルもゲストがどんどん豪華になってますからね。そうか、まあ、いやそんなことはない。次もう一人ぐらい増えてる可能性ありますからね。いよいよ僕はスーツですよ。MC なんで、はい。女さん全然物に興味ないですもんね。興味ないね、はい、全く興味ない。わかります。だからユニフォーム全く飾ってないし、あいっぱい持ったけど、あ全く興味ない。いや、あのすいません、国家斉唱を始まっちゃいました。すいませんでした。いや気持ち入りますね。気持ち入ってる。軽いですか？もうちょいリラックスして。ちなみになんかあのオリンピックの時の谷選手の印象なんかはどうですか？いや安定してたよねやっぱり、うんうん、通常あそこってオーバーエイジが入ったりするじゃない、うんうん、でもオーバーエイジをゴールキーパー使わなくていいっていうのはすごく、あ、うん、多分監督としては助かったなと思うんですね。そこで一回り大きくなって大阪だっていうのが初めね下馬評やったけど、うん、そこで誰が出てきて、はいはい、大変で一回り大きくなったかなって、うん、あでもねガンバから出場機会を、ね、求めて、うん、自分から外に出るっていうのはなかなか勇気がいることだとは思うけど、そうですね、キーパーってあの真剣勝負の本当に試合やんないとうまくなんないんだよね。なんないですね、うん、練習で超うまいキーパーとかいますもんね、うん、練習すごいあいつめっちゃ止めんじゃんみたいな。でも試合出るとあれ、うん、っていうの結構いますよね、うん、結構たくさんいるんですよ。だからなんかやっぱこうベテランになっても、まあ、ずっと活躍できるポジションなのかなと思うんですけどね、うんまあ、流れ読んだり、うん、そうですね、来た球取るだけがね仕事じゃないんでね、はあうん、僕も小島さんと試合やったの覚えてます？天皇杯群馬で多分長崎でやったんですよね。ああ、ベルディ、はい、あのもう息絶え絶えの時でしょ。僕らが息絶え絶えなんで口が裂けても言えないですけど、マリノスにようやっとなんか延長 V ゴールで勝ったんだけど、その後何にも用意してなくてマリノスが取ったホテルをそのまま譲ってもらって長崎に遠征行って、最初のね5分か10分で PK 取られて平本に決められてもう激沈ですよ。でも膝ももうぐるぐる巻きで、でもやっぱボール蹴れないんだもん。あの時に僕はまあ本並さんと最初キャリア始めて、本並さんすげえと思ってて、でまあ他チームでやっぱベテランで小島さんやっぱすげえなっていうのを今でも覚えてるんですよ。 あの時39だっけな、ですよね、うん、40前、はあ、っていう思い出でした。思い出か、はい、あ、来てますよコメントが。ゴールキーパー独学さん、ナイスミドルなお二人が一画面に収まってるのは豪華ですね。おい、え、本並さん57 8 俺56だ。この2人よイベントで一緒になってるからさ、イベントもそうだし、学生の頃も関西学生リーグで一緒に一緒にやってるから、でね、あの本並さんの左足の太さと右足の太さがその当時は違ってた。で左利きだから左ばっかり太くなって、右ほんと普通の人で左はねムッキムキなの。いやもうそんな足の太さの話からキックオフです。あでも確かに今気づいた。知ってましたよ。コメントとかどんどん送ってもらったら、あの質問も答えますので、はい、
うん、まあ、いいんじゃない。これいいっすね。でもあのキーパーの入り方としては一番いいっすよね、うん、まあある程度こう触れて一番取りやすい、はい、このボール触ったことないですね。ボール違うんですよね、いつも使ってるやつと。ああ違う、はい、違う、スフィーダ社のやつなんですけどね、うん、スフィーダ社、はい、あでもね今現行で使ってる J のボールとはあんまり変わらないですか、うん、変わらない感じはした。おっと、これ今ゾーンだけど現役の時ゾーンの方が良かった、それともマンツーの方が良かった。僕はマンツーの方が良かったですね。本並さんはマンツーマンやな、やっぱりゾーンってあんまりイメージないよ、うん、昔ゾーンをやんなかったもんね。やってない。ストーン1枚置いてポストを置いて、で多いところでその前に三角形作って、うん、3枚フリーを置いてってやると、うん、アントラーズあたりとやるとね、高い選手が足んなくなっちゃうんだよね、うん、秋田長谷川で、大野、うん、で中田浩二だってバーッとつけると、はい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 、本当に足んなくなって、違う、最後長谷川とねなんかつけてたんだけど中田浩二にだけもう人が足んなくなっちゃって、はい、結局そこにやられるんだよね。でもなんか当時の鹿島はなんかそんなイメージありません、うん、誰か足んなくなるよなっていうのがなんかあったイメージありますね。秋田が走って誰々走ってよし誰にも合わないと思ったら後ろから中田浩二が飛んできたっていう大外から回ってきたりとかですよね。そうそうそう、あれ、うん、これ来てますね韓国、うん、これ僕ちょっと注目してるのはビルドアップどうするかなと思ってるんですよね。うん、グランド相当悪いな。悪いですね。いや早く谷選手触ってほしいですよね、うん、触りたいですよね。ちょっと落ち着きたい三笠さんって、うん、でもこれ普通にボール転がしてもポコンポコンいってますね、うん、これどこトヨタ、トヨタめっちゃいいグラウンドなんですけどね、いつもちょっとねゴール前は結構茶色いことだ、うん、中国戦ちょうど行ってて、あ、うん、やっぱ暑さとかあるんですかね。この辺なんかね、まあウォーミングアップやるからだろうけど、あめちゃくちゃ悪いな。グランド状況やっぱ気にしますよね、うんうん、キーパー前ハゲてつなげてるもんね。これ結構きついですね。バウンド変わるから、うん、またゴールキーパー独学さん来てますよ。今日の選手と過去の選手含めて韓国代表のキーパーの印象とかありますか。やっぱり日本にも来てるし優秀な選手多いよね。身長もあって動ける選手が、だから最近は日本もだんだん出てきて韓国のゴールキーパーの選手がどんどん他に出ていってるよね、はいはいはい、なんか昔の韓国代表のキーパーの選手と今の韓国代表のキーパーの選手って結構違くないですか、うん、あの98年の時はキム・ビョンジって言って、うん、そうですよね、あのここがあの長いでその後が、ね、名前なんだっけ、その前までがずっと一緒に、イ・ウンジェか、あ、イ・ウンジェですね。そう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 、でっかいやつね、でかい、そう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 、うん、あでも今の韓国代表の、まあ、あの今日出てる、キム、チョーヒュンはあの日本には来てないけれども、だいたい韓国代表のゴールキーパーってその日本に来て上手くなって代表入ってる感じ。ああ、確かにそうですね。コーチのあれがあんまり良くないでしょ、指導が。あ、韓国ですか。日本の方がやっぱり細かくて上手いって言った。あ、確かに。これワールドカップ出てた子かな、じゃないですかね。そうそうそう、ロシアの、はい、あんまりよくなかったんだな。あのすごい白くて細い、そう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 、学生やったんじゃからその時多分。でももう今もう30歳なんですね。あ、30歳、30歳ですね。あれ、だからセレッソのキム・ジンヒョンもそうだし、まあ、柏にいた、うん、誰だっけ、名前出てこないんで、ね、50過ぎちゃう、移籍しましたね、うん、はい、であとね、
韓国あの鹿島にも来てるし、まあ、そうですね、うんうん、で川崎のほら、あ、ソンリョン、ソンリョン、ソンリョン。韓国ってあれやもんな、外国籍使われへんやん、国内で。あーキーパーダメですよね。キーパーダメやん、はあ、だから流れてくるんで、日本。コメント来てますね、グークさん。谷は、まあ、選手つけて、谷選手はボールを触って欲しくないですが、プレーは見たいですね。うん、まあボール触りたいよね、初めにちょっと。触りたいですね。感覚的に。もう6分経ちますもんね、うん、ちなみにお二人はこの試合入ったらすぐボール触りたい派すか？触りたい。小島さんどうですか？俺はもう90分で1回も触らないんだったら触らない方がいい。それは絶対ない。まあそうっすよね、うん、だってシュート20本も30本も止めてもさ、はいはい、何にもしなくてもさ、うん、勝利球一緒だからね。言い方。いやでも究極は僕それがゴールキーパーの仕事だと思ってるから、まあ、触らせないように、触らないで済むように指示出したりとか、そう、喋ってディフェンスをちゃんとその穴のないようにして90分を終われたら自分も楽だし、ね、ファンも楽しいし、はいはい、ね、まあ、他の選手はねきつくなっても、うん、自分は楽して、自分は楽だったら、でもまあ触らないで済めばチームとしては結果はついてきますからね、うん、究極はだから1回もプレーしないで勝てるっていうのが僕ゴールキーパーの究極のプレーだと思う。いやないんだけど理想はそこでしょ。理想はね、そうだからいろんなほら、うん、あのディフェンスラインにも喋りかけるし、そのピンチが来ないようにするし、うん、でそういう準備も全部しなきゃいけないし、で僕なんかこのパターン一番嫌ですよ。一回も触ってないのに、うん、あんなインスイングでなんか、まあ、右足蹴るか分かんないですけど、セットプレーセットプレーでなんかハイボール出なきゃいけないとか、グラウンドがちょっとピッチ状況あんま良くないし、で選手も固定された選手じゃないじゃないですか、うん、これはやだなと思って、これ失点したら俺叩かれんだろうな。これたまにさ目に入るのにライトが入りますね。昔の国立のメインスタンドは本当に入りますね。あれユニバーもそうやね、うん、この横のピーっていうライトが入るからセンターが見えへんのよ、うん、途中で。意外とねインカーブの方が、インカーブの方がなんかキーパーとしては嫌なんだけど、結構合わせるのはアウトカーブの方が合わせやすいんだってね、ヘディング、うん、岡田さんも谷190もあったっけ、大きかったわ、大きいですね。だこの3人に食い込めるかどうかでしょう。日本の若手キーパー体格良くなってきてますよね。いいよ、昔と比べたら J2、J3 見ても結構大きいのよね。もう90ぐらいの選手持ったからな、びっくりした。だから技術的にはまだまだやけど、そうですね、大学生も大きいですよ、うん、だなんか若干ちょっと慎重でプロになっちゃってんじゃないのみたいな、いますけどね、うん、あ、俊敏性がまだないから、うん、190の後半になってくると日本人だったらどうですか、まあ、なかなかいないですよ。中野くんですか、コンサの、はい、やっぱりちょっと鈍いやん。セパークあるもん。そうですね、ちょっと違うやん、シビットとかあの辺とは。だなんかそれを生かしたプレーできてればいいのかなと思うんですけどね、うん、もうすぐ10分になりますけども、ゲーム内容どうですかね。日本の方がいいんじゃないですか、うん、何度かゴール前まで運んでるし、コメント来てますよ。 GK6 さん来ますね。もうまとめて読みましょうね。これ歴史と実体験を交えてお話し聞けるので楽しんでますね。今回若手ゴールキーパーが招集されてますけれど、これを見てる他の同世代と権田選手などの上の世代の選手ってそれぞれどんな気持ちなんでしょう。うん、ああそっち行ったか。
どうですか、大体あれですか、自分が出てない時の代表とかってやっぱり意識してましたか、他のキーパーのこととか代表の。代表の多分お二人はもう大学の時からこう多分同じ感じでやってきてるから。でも同じ遠征に行ったことないよね。ないね。だから本並さん選ばれてる時俺選ばれてないし、俺行ってる時は本並さん選ばれてないから、うん、まあでもやっぱ気になるは気になるんですかね。まあ、まあ、そらそうよ、まあ、得度がちゃうからな、キーパー自体が全然。うん、どっちかで小島の方はゴール守るね、要は簡単に奈良崎タイプやね。お自分のゴールをしっかり、俺とかも吉川とか前に出てそのエリアをカバーするっていう感じが分かりやすかった。すごい、まあ監督がやっぱりね好みもあるし、うん、そうですね、というかね好みで選ばれちゃダメなんだよね、全部できなきゃね。うーん、望まれることを全部できるようになる。まあただなかなか難しいとは思うけど、今やること増えましたもんね、うん、キーパーが。いやーだってさ、クリアできないんだよあんな試合で8キロ9キロ走ります、キーパーで。足つるもん本当に。メッシーより走ってるもんね。そうなっちゃいますもんね。なんかどっしり構えてるキーパーが少なくなったかな、ちょっと思いますけどね。まあ、仕事量が増えたっていうのがもう一番だよね。うん、だって僕がゴールキーパー始めた時なんて、まだディノゾフがやってた時だからバックパスもらっていいでしょ、手で取れるやつですよね。そうで、ドリブルして前に行って拾い上げられるでしょ、はいはい、でパスして帰ってくるんだから、うん、おう今みたいなボールパーンと上がった時に周りにあの相手のユニフォームがバーッとあった時に一番嫌でしょ。嫌っすね。なんかね、なんかちょっと視野に入っちゃうとちょっと嫌ですよね。クロスボールがポーンと飛んできたやつを取るのはいいんですけど、ああやってリバウンドしてボーンと高く上がって、しかもキュ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 って変な回転かかってるやつっていうのをすごく嫌なんですよね。うん、ケンチューブさん、ガンバ大阪の東口選手はリーグ戦で素晴らしいパフォーマンスをしていると思うんですが、お三方の評価いかがでしょうか。ようやっと怪我からね、はい、復帰して、うんうんうん、でやっぱり監督、片野坂監督も言ってたけど、うん、やっぱり彼が帰ってくるとやっぱり違う。うん、うん、違うけど勝てないけどね。でも全然ダメだけどね。今すいません、声のトーン落ちてますけど、ちゃんと拾っちゃうんでマイクなんで。全然やばいよ、はい、あれじゃ話にならん。それ OB だからね、厳しいねやっぱりね。だって高架下まで落ちたやろもう完全に。そうですね、ダメでしょあれじゃ。まあでもこの何年かずっと東はすごいいいパフォーマンスしてると思うんですよね。攻められてるからね、はい、あそういうことですね。ただそれだけそっか、ただそれだけ、それキーパー悪かったらもうどうしようもない多分。うん、だいぶ救われてきたんじゃないですか。うん、はあ、いや、おらんかったら多分、だから前半戦いなかったから、ね、うん、そうですね、どんどん上がるようになった、うん、はあ、だけどどうしようもないな今のガンバ。なんかまあ静かな試合ですねこれ、うん、お客さん入ってんのこれ結構ね上の方はね中国戦は空いてましたね。うん、1万人だっけ、トヨタで1万人だとちょっと寂しく、寂しいですね。おっぽい。だってパリ・サンジェルマンの練習で 2,3 万入ってるのね。入ってましたね、うん、公開練習で。うん、これってベルディにおったよ。いました、いました。一緒にやってる。僕やってないですね。やってない、はい、だって20歳ですもん俺。戦った20歳ですから。ああそうか、はい、いい選手だよね。いい選手ですよね。ユースにおった、うまい。あと もうちょっとね、疲れてきたときにパスがちょっとずれてくるから、 あの辺がねこの前香港かな、うん、でやったけど、だんだんこう試合が終盤になってくるとちょっとこう精度がね、うん、まあその辺はね、やっていけば疲れてなければ。そういう時のあれですよね、キーパーの指示って難しいですよね。んだキーパーの指示で、うん、完全に疲れてるわけじゃないですか、うん、で精度落ちるじゃないですか、うん、怒りたいじゃないですか、うん、でもなんか怒りきれない自分がいたりとかして、あ、俺は言っちゃう。だから多分お二人は多分言いそう。俺は言えへんよ。そんなの、そこまでそんなの関係ねえそこまで決まる俺は目の前になって言うんだ、中澤とかに言うだけ。確かに確かに。
結構だから指示の出し方とかも、うん、結構キーパーって個性あるじゃないですか。だから結構この、まあ、コロナの僕はまあポジティブな部分で言うとお客さんの声援でキーパーの指示が聞こえなかったのが、はいはい、聞こえてちょっと楽しいなって思ってる部分もあるんですよ、うん、そんな分かれへんな、その感じが、その感じが分からん。あ、確かに。実は体感してないからさ。どういうことですか？自分で体感してないからさ、声が通る。ああ、そういうことですね、そういうことですね、そうですね。見てんのは分かんない。はい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 、はい、声もあの森谷さんも聞こえてるけど、はいはい、自分で体感してないからどんな感じだよなと思って。変なこと言われへんやん。確かに。ちょっと興奮してるからちょっと訳の分からない言いそうやな。だから怖いっすよね、今キーパーの声とかも全部抜かれちゃうから。俺多分パワハラだって言われるかもしれない。いや多分ここはもうみんなそうですよ。きっと。いやいや、コメントの方はどんどんいただけたらと思いますので。でも僕昔国士舘大学の時に小島さんと練習試合やった時、試合中小島さん、うん、僕小島さんの後ろで見てたんですけど、うん、すげえ話しかけてくれましたからね。今のはさ、ああやってやって指示出すといいんだよって。この人すげえと思って試合集中してねって。でもう本当になんかもう場面を切り抜いて、多分僕超真面目にこうやって座って見てたんですよ。今のはね、こういう指示出した方がいいからねって言って、あ、すげえなーっていうのは自分で出せよって話だよ。そこで後ろで喋ってないでね。まだヒデさんがいた時なんで。あ、はい、あ、もうじゃあ30過ぎてたのかですかね、うん。これ2本目ですかね、コーナー。うん、うん、3本目か。韓国の方がボール持ってったね。だからゾーンでやっててもやり方違うでしょ。前真ん中ちょっとゾーンで外側のマークを3人ぐらいをちっちゃいやつ使わせるじゃない、うんうんうん、でそこでマンツーマンに、まあ、入ってきづらいようにね、ように小さな選手つけて、うんうん、っていうのもやってるチーム多いよね。なんか今はあのセットプレーおるよなコーチみたいにいるんですよね。役立ってないよね、代表とかに。全然役立ってないよ、全く合わへんのよ。セットプレーなんかコーチみたいなのいるやん、うん、で見てて この試合じゃないけど、はいはい、前の代表戦見てたら全然合わへんねなんか。それ大丈夫なのかなって。そういう肩にはめるのってあんま好きちゃうかな。それ守備でもおんのかな。守備でもいるんじゃないですかね、その専門的な、うん、あ、まあ、でもキーパーコーチとしては楽ですよね、うん、そこの部分のなんか、まあ、責任の問題だけで言えば、うん、でもそもそもなんかキーパーコーチがセットプレー任されて1週間で練習時間 できるのって少ないじゃないですか、うん、それで結果出せってまあまあ厳しい話だなと思って僕はいつも見てましたけどね。おい、今触ったんじゃないですか、あの感じ。なんかちょっとバウンドがね、はい、合わせづらい感じだったけど、うん、いいんじゃない、こう日本全然いいですね。オフサイドっぽいな。いや、さっきのリプレイ欲しいですね、うん、多分ね、切れてからだろうね。そうですね。触ってるかな。この後はい、触ってないか。触ってんじゃない。あ、ちょっと触ってんじゃないですか。あ、触ったかな。指先微妙だね。でも、あれはね、もうちょっとボールのコースはほとんど変わってないんだけど。そうですね。あの、多分ああいうシュートの時ってその一番いいシュートをイメージして、うん、手出そうとするじゃない。だからああいうボテボテになった時がボテボテすっごい大変なのね。確かに確かに。来てます、あのビワビワビワさん、今回 J リーグの選手主体のチームですが、ワールドカップに選ばれそうな選手いますかと。あ、まあ、さっきも言ったように谷、はい、谷があの潜り込めるかどうかっていうのと、う、ね、うん、多分右サイドの水沼はベテランだけど、はいはいはい、あの前回の香港戦ぐらいのやっぱり精度のクロスをこのゲームで上げられたらちょっと名前が上がってきそうな気はするんだよね。確かに確かに。親子で代表ですもんね、うん、初代表ですよね、水間君。そうそうそう、
水沼さんだもんね。っていうかすっごい近いからね年ね。そう、だってお父さん日本でワールドカップ、あ、ワールドユースがあった時のメンバーだからね。うん、宮市選手はどうですか。まあ、カムバックショーみたいな感じですけどね。だから速さはあるけど、はい、じゃあ伊藤と比べて、はい、じゃあ伊藤がいなくなったら他の選手いるよ、速い選手は。そこと比べてどうかなという感じがあるから、結果は欲しかったよね、逆に言うと。うん、あ、浅野前田大然、はい、そこもそで、そういうところと比べたら、意外といい勝負するんじゃないかなと思って、今、宮市って。やっぱりこの間の抜け出した時の前にボール運ぶ、そのトップスピードで運んでった時の、あのタッチの仕方とかうまいなとは思ったけど。なんか僕、ツイッターでなんか拾ったんですけど、昔より足速くなってるらしいですよ。うん、それなんかフィジコかなんかの人がツイートしてたんで、すごいなと思って。走り方で怪我がっていうのをなんか言ってたような気がするね。僕ちょうどオフの時に名古屋ちょっと行ってたんですけど、彼自主トレしてて、僕 1,2 回しか面識ないんですけど、なので、まあ、あんま邪魔しちゃダメだなと思ってしれっと横行ったんですよ。そしたら 50m ぐらい行って、 50m ぐらいダッシュで帰ってきて、高木さんっつって、超いい子でした。いやもうってなりながら挨拶してくれる、まあグッドな感じだったので、はい、補足です。はい、どこが中京大中京だったっけ？そうですそうですそうです。J リーグ行かないでそのままね、海外だもんね。だからアーセナルとグランパスやった時に出てましたね。はい、僕もラスト30分ぐらいなんか出させてもらったんですけど。昔めっちゃ早かったから。早かったっすね。これゲーム面白いですかね、これ。キーパーに特化した手でやってるんで。ただね、ミドルサードぐらいしかね、はい、映らないんだよね。そうなんですよね。クロスもキーパーまでいかないし。でもまあちょっと見てると、そのね、クロス上がるときにどんな準備してるかっていうのを見られればね。はい、で結構首振ってたりするからね、はい、ゴールキーパーってね。でも30歳だったらまだまだいけますもんね、韓国の。30はね、キーパーやってて30だとこれからじゃない。これからですよね。これからの数年が一番だから、体も動くようになりました、はいはい、場数も踏みました、うん、やってて多分僕楽しかったのは30代のやはり前半からっていうのがやっぱり面白かったからね。言うこと聞いてくれるんだよね、あの選手たちですよね。選手たちがね。それでか。そんな言ったら本並さん、僕入った時は35か4だったんですけど、うん、走り負けましたからね、本並さんに。すんげえなと思って。っていうか走らすかあんだけどな。本当っすよね。あのフィールドより走った時期あったんで。めちゃくちゃ走ってたもん。あれ大学走らされた？ああそんな走ってない。なんか走らされてそうな。兄弟って走るってイメージあるやろ、うん、ないね、全然走れんの。あ、そうなの。全然走れんよ。まあ、月曜日とかは走んねんけど、8キロ。それ以外は走らへん。俺あの、もう負けたらなんか試合会場から走って帰らされてるイメージがあった。それはありましたね。それはあった。走っても帰れんね。だポテンシャルとしては、まあ、そういう練習やったわけじゃないですか、我々、うん、この、うん、あの時代だから今のサッカーはできるはずなんですよ、あんだけ走るキーパーが。グークさん、そういえば今回の韓国はあまりプレスしに走らないですね。いつも後半で疲れるから作戦、いつも後半疲れるから作戦でしょうか。谷選手に最後までコンセントレーションを保ってほしいですってことです。どうなんだ、はい、いやもうこんな感じじゃないの。うん、あんまりだから状態もあんまり良くないんじゃない。だけど中国に変わってるよね、そうですね。 GK 独学さん、テレビ画面だと見れないゴールキーパーの動きって人によって個性ありますよね、うん、いやだからちょっとね、ダゾンさんあと2カメラぐらい増やしてもらってキーパーの副チャンネル作ってほしいんですよね、うん、ずっとキーパー映しておけばいいんですから、うん、一番いいのはさ、これ多分現地で見てる人が、はい、あのやってくれれば。あーなるほどですね。行って、うん、いやそれはもうちょっと予算取んないと。あ、なるほどね、ちょっと遠征になっちゃうんでね、本当に。じゃあ行ってきたよ、こんな。
あれですか、スタンドからゲンチョ高木ですって言って中継結んだこれでも勉強するんだったら本当にあの高い位置のゴール裏で好きな方のゴールキーパーの動きを全部見てるっていうのが、まあ、ゴール裏なかなかサポーターがねそうですね難しいんだけど、これって前って映し方なんかなかった、変な映し方、上からかなんかありました、1回 J リーグですか、違う、代表戦かな、 J リーグかな、 J リーグはすごい映し方、なんかこういう感じじゃなくてど立体的、どう言ったんですか、知らん、 J リーグはね、あれですよ、キーパーに特化した試合1回だけやったんですよ、あそれ俺解説して、そうですよね真後ろから真後ろから林くんと西川くんがちょうど代表入ってる時にやってて、真後ろからと、あのだからもう通常の試合の絵じゃないやつ、後ろの上からずっと俯瞰で撮ってて、なかなか面白かったですよ、面白っすよ、こうやって見たらさ、あのテレビ見てる人は面白いけど、ちょっと参考にしたい人はもっと広げてほしい、そうですね、最低、まあ、キーパー映らなくても最終ラインから最終ラインまで両方チーム、本来だったらこの時にどの位置にいるかとかさ、うん、実は一番その参考になるところ、うん、だから変わっちゃうんですもんね、そうこれで引きで谷が今何見てるかっていうのを見られると、うん、すごく多分いいんだろうね、そうですね、いやハーフライン入ったらキーパーまで移すとかさ、うん、これもみじまんじゅうさん、佐々木選手に少し遠藤選手のような雰囲気を感じますね、遠藤選手はどの遠藤選手でしょうね、どの遠藤、やっとやっとさん、やっとではない、うん、まあ、あのコメントいただいたらあの今のところ 100% で読んでますので、はい、今なら読まれます、はい、ただちょっと難しい感じやめてくださいね、はい、本当にでももう静かなまま30分、まあ、27分ですけど、うんうん、静かな試合になっちゃってますね、でこれキーパー嫌ですよね、こういう試合あんま来ないもんね、両方とも、うん、そんなにたくさんでも指示出さなきゃいけないじゃないですか、うん、もみじまんじゅうさんはどの遠藤選手のイメージなんですかね、エンマサ、エンマサさん、エンマサって言わないやろ、もう今もう、まあ、どっちかのそっち側かもしれんわ、うん、結構僕気になるんですけど、谷選手ってクロスああいう感じで上がるときって結構低い姿勢と思うんですよ、うん、あれなんでなのかなと思って、近いところだとあれなんじゃないの、ここ、このやっぱあれなんですか、狙いたいんですかね、このクロスをやっぱり低いやつを狙いたいんじゃない、ディフェンスを多分で大きいんで、はいはいはい、大きいんで、あの高いやつはもうスッと立ち上がれば、でこれ自分を超えちゃえば多分後ろのやつも届かない、すぐ後ろのやつが届かないっていう、で多分ちょっと苦手なあれはあるんじゃないので感じますよね、本人の中で、僕はそう、まあなんか僕が言うのもあれですけど、うん、多分それなのかなと思ってて、あ、うん、結構露骨に低い重心で行くなと思ってたんで、あ、俺もでも低く構えるかもしれない、 あそこ来たらポスト持ちながらこういう感じだよね、はい、お前も低いよ、俺低かったですか、低いよ、僕はもうあれですか、やめてからはあの僕の主観でしか言ってないんで、自分のプレーヤーも低いよ、僕も低かったです、はい、コメント、あ、岡山さん、お三方はグローブのサイズはどうされてましたか、これね、あんまり細かく分かれてなかったでしょ、だいたい15サイズじゃない、うん、そうですね、お、あそこ、あの今のパス通るの嫌、あーファールか、グローブのサイズね、僕ね10だと大きいんですよ、大きいですか、うん、
今多分持ってるのが、はい、ちょっとごめんメガネかけさせていや、言うのぐらい覚えておこうよほんとごめんなさいこれね、あ、これ15サイズあで、あんま手でかないよ多分、うん、僕指短いほらで、これ通常の15サイズを入れるとこのぐらい余っちゃう。あ、すごい、結構余りますね。指短いのよ、すごい。今ここキワキワまで入ってるからだから本当だったら9号がいい、うん、あでもそんな細かいサイズを取り扱う、まあ今いっぱい取り扱ってくれるけど、はいはいはい、昔はそんなにいくつまで、はいはい、そのね、分かれてなかったっすね、刻んでなかったっすね。そう、刻んでなかったし、だいたい10号っていうのが来てた。うーん、グローブによるんじゃん、メーカーと。これウールって結構指長いんだよ、で手のひらも普通やね、うん、だけどロイッシュで手のひら大きくて指短いのよ、ロイッシュって結構。ロイッシュの方が多いよ、結構ピタッと。でもね、このちょっとでもちょっとでもその先にあるとペッとこうなった時にうっってこうやるとピッとこうほんのちょっと変わったりするんだよね。俺ここ余んのあかんわ絶対。野上さんタイトなイメージありますよね。余ってるんだ、綺麗なの動くから手の中でこうやって。僕は若手の頃はグローブ気にしてたら最後はこれやってずっと言われてました素手でやれ、素手でも、もうおっしゃる通りですって言ってあ、でもシーズン初めグローブ使わなかったな、あんまり。アップとか使ってる、ね、素手でやって、うん、その、まあ、休んでると皮がおっと手の皮がちょっとね、やわになるっていうか、フィットするまでちょっとあれですよね、こういうクロスが上がっていくと。今ちょっとね、バインバインしてたからあれだけど、でも今ちょうど選手と選手の間に、うん、日本の選手入ってたじゃない、うんうん、あそこもピンポイントで狙ってるもんね、あれ超えればもう点やからね、失敗は超えれば。韓国のキーパーのチョ選手はなんか僕は結構クロスのポジションの修正の仕方好きっすね、うん、余裕があるというか、ね、切り返されたらこう置いてクッと切り返されたらスッとこうね、はいはい、無駄がないというか。あー狙った、わうん、やっとキーパーにシュート行きましたね、少々ねでもあれ、これこのグラウンド嫌っすね、うん、いやいやね、もうちょっと変なバウンドだったら嫌っすよね、うん、今ちょっと見てたけど水野さんのクロスの時にはねポコポコしてて、そうっすね、うん、狙ったところちょっと行かなかったのがあって、ただコーナー狙ったね、狙いましたね、うん、あ、こういうのをリプレイしてほしいんですよ我々としては。あ、難しかったもんね、ああいう難しいですよね、難しい、あのニアのボールを、ニアよりフォアの方が難しいけどね、出ていて頭こうやって入る、ね、ただあれだけ速いと、うん、ゴールのラインからまあ多少こっちへ出るじゃない、うん、アウトサイドに、うん、で戻りながらだから自分の体のまんま手出しちゃうとこれパンチングしたら中入っちゃうんですね、でこれを面をこっちに作って出さなきゃいけないから、はい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 、結構ああいう風に狙われると嫌なんだよね。それを踏まえて今欲しいんですよ、うん、リプレイがいいんですよ、この攻撃とかは。多分我々の番組用に我々の番組用には A 作ってないんでね、うん、まあそうっすね。これも縦位置でさ、谷君がパッと出た時にどういうリアクションして、はいはいはい、でどの時点で自分のボールじゃないってこう引くかとかね、あ、判断早いなとか遅いなとかっていうのが、はいはい、行きますか、見られるといいよね。ね、次回は。いや、行っても説明しながらここで映像流されへんからイエロー出ましたね。出た、うん、カタールに行きたい、行きますかカタール行けます？行けますよね。やりましょうか、あ、うん、危ない。あ、ほら、ノアさん、この解説面白いですね。
1GK in カタールが今から楽しみです。おいいね、スポンサーお願いします。ありがとうございます。あ、そういえば空いてたわカタールの時期。はい、日本代表ってアルサットでキャンプするんだっけ、スタジアムどこでやるんですか。どこやったっけ、すいません。確かね、カタールだよな、カタールで、あの柏木くんがオリンピック、あのソリマジ、おっとおい、あの喋ってるとさ、ゴール前だとちょっと、ソリマチさんがオリンピックの監督やってる時の予選でカタールで会ったんだけど、はい、うん、縦位置だったのよ。ゴール裏からゴール裏に放送ブースがあって、それで喋るっていう超ウルトラシーがあった。面白いですね。それ確かアルサットスタジアムだったと思ったけど。じゃあ今回もそうなるってことですか、そこ使ったら。いやいや、どうだろう、めちゃめちゃ喋りづらいんだけど、うん、あ、キーパーで、しかもね、あの 2-1 の逆転負けしたんだけど、はい、3点とも全部向こう側で入ったっ。一番見えないやつですか。だってこれ36分の、コーナーキック、さあ日本マンツーだよね。コーナーのにこれ日本のあれですかね、守備の形とかはやっぱキーパーコーチですかね。キーパーコーチか、まあね、あのどういう風に行こうっていうのは、うん、まあ、選手が決めることはほとんどないですもんね、うんうん、ああコーチ陣じゃん。あの昔の J リーグだと選手丸投げっていうのあったけどね。ありましたね。いやー、ファーサイドでしたね。ファーサイドですね。結局自分が出られないところには人はやっぱり置きたいんだよね。何、うんうん、かあった、それ決め事、うん、決め事、俺やったら出るポジション決めてニアを完全に固めてしまう、うん、でフォワードここでここまでは出るっていうのは、うんうん、僕は現役時代はそのポスト、ストーンでその前、うん、でこれが前に引っ張られないようにここに置いて前に、うん、ポストの前、ゴールエリアのちょっと後ろぐらい、でこれ三角形で、まあ、人数足らなくなるんだけど、ここは行ってくれと、これ超えたら俺行くわ、うん、っていうのあったよね、うん、であって前でやられたら俺知らんしっていう、そう、前でやられたら、だって僕らの身長を生かすには高いボールが上がってきて、そうですね、ゴールキーパーの高さを生かすっていう守備をしないと、うんうん、でそれをできないのがやっぱりニアサイドの低いボールだから、うん、そこに入れられちゃったらもう僕らは、うん、ノーチャンスになっちゃうんで、その代わり上がったボールは出てくよ、うん、まあ出てってやられたこともあったけどさ、かぶってね、まあ、あとやっぱイニシアチブはキーパーに握っておきたいですよね、うん、キーパーって言われてから出るとか、うん、それ多いのよ、ディフェンスは言うじゃないですか、出ろよとか、うん、だから出られへん状態はね、こう滑ってたりさ、あ、逆にあ、目の前になってか、あの邪魔になってたりとか結構あるから、うん、お前が言うないで、だから、いや本当そうなんですよね、お前がキーパー言うないで、うん、キーパーって言うと、あの止まんのよね、だみんな止まっちゃうんだよね、うん、あ、今ほら、あの掛け声ってキーパーって言ってキーパーが出てったりするじゃない、はいはいはい、なんて言ってた、俺キーパーって言うとその声と被るから、お俺の OK の声が出なかったらもうプレーしろ、うん、僕も OK でしたね、俺も OK、はい、キーパーと言えへんな、世代なんですよね、うん、きっと今多分、今でも今の子はね、おっと今キーパーっていうの多いよね、うん、そうですね、うん、僕引退した最後の年大木さんだったんですけど、うん、僕 OK って言ってたんですけど、うん、いや吉成ちょっとキーパーに変えてくれって言われましたね、うん、あ、うん、やっぱ先にクッと入ってこうなんだね、うん、今のクロスのところはね、うん、先にコースに戻ってから手がこういう風に外に出るように、でもテクニックですよね、うん、あれボールに向かってまっすぐ行ってたら多分カカーンって自分に当たって入っちゃうの。ポストに当たってね。前半残り5分ですね、知らない間に、はあ、んこれ引き分けどうなるの、引き分けダメですよ、ダメ、下手すると中国の、あ、ほんまや、得してんか、うん、
負けると中国と一緒になっちゃうのか。なんかどうなんですかこれ、タイトルかかってる雰囲気の試合な感じではないですよね。うん、でも予選なんかでもそうだけど、はい、本当にあの90分をフルにファイトじゃなくて、そのなんて言うんだろう、ここは相手にやらせておいて、で急にこうテンション変えるチームあったりするじゃないですか。特にあのアジアなんかだと中東のチームとかって、そのイランなんかだと最初のらりくらりやってるんだけど、後半のそのある時間帯から急にグッとスイッチ入って、急に来だして、でそこに対応できなくてやられちゃうとかっていうね、そういうなんかやっぱりゲームのね、意外と東アジアのこの日本とか韓国とか中国とか、こういったところは90分まとも真面目にこう戦おうとするんだけど、そうじゃなくてトータルでどこで体力を使ってどこで勝負するかとかって結構ね細かくやってくるチームもあるしね。まあスコアが動いたらまたこれも違うかもしれないですね。まあそれがねサッカー自体の問題なのか国民性の問題なのか。韓国も結構あれなんですか、これトライアルなチームなんですか。まあ海外組がいて呼べない状態だから国内のっていう。ガンバのやつも一人一緒センターバックのが。韓国の方があれなんじゃないの、結構シビアな感じなんじゃないの。これもう一回狙えないですかね。あそこポストのところに1人入れないんじゃない韓国って、はいはいはい、だあの低いボールの速いのを狙ってるんだろうけど、まあ面白かったよね、それも一つの駆け引きなんでしょうかね、いいボール入ってますね。お後ろ、谷あそこにいたってことはもうあの状況で 2-1 だからあそこにパス出てくるっていうのはある程度予測してたんだろうね。ちゃんとだから多分入ったとしても結構いいところまで寄せられてた可能性はあるし、もっといいパス来たら一番中途半端でチンってやられた可能性もある。その辺難しいんだよね。あれをさ、パス出す方向じゃなくて上手い選手になると、その今だとゴール方向がこうだとすると、はい、ね、走ってる選手をこうやって見るじゃない。これをこっち見られるとキーパーとしてはさ、もう目が合っちゃうんですね。やばいっていう中途半端なポジション取ってると、特に前狙おうとしてグッと出ようとしてる時だと、あれだけでこう足止められる時あるんでね、はいはい、結構あれですか、本並さんああいうの狙うタイプですか。もう狙うタイプ、アコしか狙ってない多分。あの裏というか、はい、アイロはそういう注文してたからディフェンスに。あそこは自分で行くから、カバーリングは全部するから。ああいう状況だったら難しいけどね、駆け引きが、見られると嫌でしょ。だから上手い選手だったらそのままワントラップしてバーンと打つかれる距離だったら、そのままループで入るから、打てるあれ時間もあったし、今の多分、あそこのリスクマネージメントどうなってたのかなって思っちゃいますけどね。2枚フリーやったからね、完全に。こっち側に多分いた選手に引っ張られてはいるんだよね。引っ張られてですかね。でも一番危ないところはやっぱり守ってこないと難しいだろうね。ちょっとだいぶ押し返されてきてるよ、これ。ミスが行ってみてる。シュート取った？取ってないよね、谷は。
シュート取ってないですね。取ってない。飛んできた。枠に入ってないっていうのが。入ってないですね。手で触ったのなんか2、3回じゃないですか。うん、クロスが流れて。ワンバンのやつと。うん、もう終わりますね、ロスタイム1分、うん、これ結構あれなんかもしれないです、暑くて消耗しちゃってるってのもあるんですかね、うん、なんか今日暑かったもの、そうですよね、うん、で名古屋ですもんね、あの暑かったのよ、この間行った時に、名古屋暑いもん、名古屋暑いですからね、名古屋暑い、はい、では0-0です、とりあえず前半終了、うん、なんかキーパーの印象でいうとあのパンチングとかとか なりますか、うん、まあ、プレーの印象というと韓国のキーパーの方が多かったかな、はいはい、ハーフタイム皆さん多分手元開くと思うんでどんどん質問やってもらえると答えやすいんですけどね、はい、うん、なるほどな、でもやっぱり谷のポジション取りなんかだと、はい、一番最後に今クロス上がった時のポジションと、さあの最初言ってたじゃない、はい、あのパープが来た時に構え、はいはいはい、低くなる、はい、あそこまで入られた時のポジションと、はい、ペナルティ入るか入らないかぐらいのポジションって、うん、だいぶ違ってたよ、違いましたね、入ってきたらポスト脇だけど、はい、まだ余裕がある時っていうのはほんの中央よりちょっと前ぐらい、うん、ちょっとだからこのアングルで見るとちょっとニア空いてんじゃないのって見えるぐらいの、俺でもねアントラーズとやった時に、はい、あそこズゴーンアウトで、あのインの入りをしてそのままアウトでドーンいや分かっててもあれなんですよね、やっぱしキュッとこう一歩動いたら、はい、デーンってやる、村上さん正直なコメントください、どういうことやあ、この試合に対して全体に対してどうでしょう、全体に対して、まあ、日本の方が立ち上がり良かったよね、シュートも良かったですね、何本か入れたし、はい、センタリングも何本か入れて、はい、まあ、そこは合わなかっただけで、で終盤にかけて、まあ、残り10分ぐらいは韓国のペースになってたかなという感じがするけど、まあ、水沼から何度かいいセンタリング入ってたんで、まあ、あそこが合えば手にはなると思う、うん、勝たないと、ね、タイトル取れない、まあ、取れないですね、どうしてもね、クロス上がったり日本のチャンスの時にあのチョ・ヒョヌ見ちゃうんだよね見ちゃいますね、だから日本の攻撃がなんで悪かったかが、はい、いまいちこう頭の中入ってきてないうんうん、うん、やばい、ゴールキーパー見なきゃ、ゴールキーパー見なきゃで、いやもうそれはこの我々にとってはもう一番ありがたい状況なんですよねあ、もうキーパーに特化しますんで、はい、でこれシュート打たれる時も打つやつのあれじゃなくてキーパーの動きを見せる、どうちょっと動くかっていうのね今もこれシュート打たれるまで引きの絵があったけどさ、ほんと50センチぐらいのあれを3回か4回ぐらいポジション変えてるもんね、チョ・ヒョヌね、やっぱ触ってますよ、うん、やっぱ、まあ、いやうまいな、ナイスキーパー、翔吾さん、西川周作推しまあレッツファンでしょうね別に大喜利やってるわけじゃないからこんなまあやれますけど、でも周作もどうですかコンディション、今年あのキーパーコーチ変わってミレさんになって、うん、なんか一応僕はまあよくわかんないですけど見てる人はクロスの対応がまたあの年から伸びたっていう、うん、そんなイメージありますか、まあ、特段ないってことですよね、レッツの試合をそんなに見てないので、はいはい、なんとも言えない、あ、まあ、安定感は増したよね、そうですよね、今年、去年よりも、うん、去年はちょっとザヨにポジションを奪われた、あ、ありましたね、ちょっと今年は安定感に、うん、だいぶ増したかなという感じは、うん、韓国の村上さん、韓国のキーパーうまいですよね、まあ、うまいですよ、うん、うまいです、うまい、うん、大きくて動けるから、まあ、でもね、多分同じところに谷が入ってても
多分谷も止めてるんだけれども、うんうん、まあ、こうやって国を代表するやっぱり選手は、うん、そうそうやっぱりやられないよね。そうですね、うんうん、グークさん、チョウ・ヒョン選手は髪型にも注目してます。どんな髪型してたっけ。どうなんでした、そんなに刈り上がってた。なんかね、あのこう結んでる、こここんな感じじゃなかったっけ。なんかそんな感じだったっ。ワールドカップの時はなんかそんな感じだった気がした、うん、なんか色も入ってた気がしたんですよね。ああ、横刈り込んであれなんだ。89センチあって75キロですからね。あ、俺でも大学生の時もっと87で72キロぐらいしかなかったよ。本当ですか。今93ある。いやいや、もう今誰が自慢する。こんな93で笑ってたら僕らもう言えませんからね、会場の。違うね、それがね 0.1 トンいったのよ、はい、100キロ超えたのよ、はい、これはやばいって、はい、そっから走り出して7年で10キロぐらい痩せて。あ、じゃあやっぱ僕も7年かかりますね。一番手っ取り早いのが、はい、キーパーコーチやってんねん、 J の、はい、一気に痩せたから、うん、俺3ヶ月で8キロ痩せたんだよ。そうっすよね、ストレスで。キックで蹴ったからじゃなくてストレスで。いや、キックもあるんだろうけど、はいはいはい、その運動量が上がるのもあるんだろうけど、はい、どっちかっていうとストレスが多かった。メンタルが持っていかれるんだろう、ね、うん、アルプスさん、東口についてどう思いますか。まあ、さっきもねちょっとあれですけど、うん、まあ、コンディションはいいですよね、やっぱし。そう、怪我上がりでね。怪我がだけど多いのよ、はい、あ、すごい怪我多いのよ。結構大きい怪我若い時からしますよね。で、安定した1年は安定した時だけど、まず怪我したらまずすっごい長い期間怪我して3、4回見てるからね、怪我。この間ね、あの始球式投げてましたね。あ、そう、はい、楽しそうでしたよ。あ、そう、はい、ええー、な。村上さん、直接コーナーキックって止めにくいですか。あのニアは止めやすい、逆に言うと。嘘、俺はあれが止めづらい。だけどフォアにこう巻かれてちょっと一歩でも出てもうここ来たらもう絶対入る。俺はどちらかというと後ろに足運ぶ方が楽だった。あ、だから難しい。こう出てもこっからペッペッてこういう感じでしょ、はい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 、そっちの方がいい。あ、そう、あの今みたいなニアサイドのやつをこっちへ出てもう一回戻してこっちっていうのが、だから先にどうしても外に意識があるからそこを守んなきゃいけないっていう。だからそこを俺は嫌だったね。だそこやられないようにあのポスト際に1枚立たしてるって感じだから、安心して全部こっち側に、うん、向こうから上がってくるボールに対してこっちが、はいはい、ただね、ピクシーがさ、うん、何を見てるか分かんないんだけど、ピクシーがあのコーナーキックで、はい、そのストーンの後ろをこっちが狙おうとすると、うん、その必ず逆なんだよね。で俺ちょっと外にこっち出ようかなっていうとストーンの後ろにポンと落としてくるんだけど、何を見てるんだろうと思って。まあ、もうああいう人ってなんかもう違うんでしょうね。いや 100% 外されるのよ。へ、だからなんか絶対あるはずだと思って、はいはいはい、じゃあ俺の中で、もうニアを狙う、ニアを狙う、ニアを狙うって思いながら、思いながらフォアに出たらフォアに来たんだよ。だ多分そのニアを狙うっていうその立ち位置のわずかなズレっていうのは多分見られてたんだと思う。でその後に意図的に真ん中より前で外を狙うっていう風にしたら、はい、意外とボールが来るようになったっていうの。だから何にも考えないで普通に立ってどっち狙うかっていうのを結構その立ち位置で、うん、ね、あの狙う方を分かっちゃってたりするのを分からないで全部やっちゃうと全部駆け引きに負けちゃうっていう、はいはいはい、だからすごい勉強になった。なるほどな。ストイコビッチさん、アルプスさん、途中からだったので前にコメント全然いいんですよ。今見てるんでしょ。今からバチッとお願いしますよ。ね、まあ、OSK プレミア、これ大阪でしょうねきっと。東口選手の代わりに出た石川選手が今シーズン後ろからボールをさらわれましたが、ああいうのは経験がないとありえるんですかね。これ開幕の頃でしたね。いや、あれですよ、あのボール持って転がしてて、うん、フロンターレ戦ですね、うん、で後ろに、誰がいたの、小林優だったかな、いて気づかないで
超えた時にこう重なれて、あのよくあのチンプレーであるやつです。でダミアンが決めて、ダミアンがキーパー慰めいくっていう、あったような気がする。あれ経験なんですかね。でもね、多分これをニュースで取り上げてこれを見たゴールキーパーっていうのは必ずあのボールを持って前に出た時に必ずこういうやりますよね、やるようになる、はいはい、だ人のミスはねこれ結構ね重要なんだよね。大事ですよね、うん、見とくっていうの、うんうん、あの僕は某ゴールキーパーが投げようとしてやめてそのまま入れちゃったのそれはあのそれはあの私の同級生の南君ですねあのそれはもう僕はオフィシャルであのいじり倒してるんで大丈夫ですでももう今僕同じ43で、まだ現役だもんね、まあ、ちょっとアキレス腱来ちゃったんで今リハビリ中ですけど、すごいなぁと。で GK 独学さん、若手3人実力で優劣つけがたいですけど女の子人気だと谷がどうでもいいの別にビジュアルじゃないんだよはいっていうのもあれですけど、橋本優さん、いいキーパーってどん、あ、福本優さん、いいキーパーってどんなキーパーでしょうか、教えてください。いいキーパー、いいキーパー、いや、さっき小島が全部言ったように、はい、仕事何もしないでディフェンスに全部任せる、うん、でシュート1本も来ない、うん、それが一番いいキーパー、うん、だから年齢的にはそうなってくる絶対に、はい、ディフェンス動かしてここが規制のポジションやけど基本的な、だけどディフェンスいるんだったらこっち側にずれるとかね、うん、そういうのができるようになってくるから、うん、で全く触らなくって正面で全部処理する、はい、セービングとかするキーパーっていうのはもうポジションがあんまり良くないっていうのが結構ある。そうですね、うんうん、かな、はい、うん、村上さん貴重なコメントありがとうございます。どういたしまして全部読んどるな翔吾さん、スタジアムのナイターって眩しくないんですか。これも序盤ですかね、うん、旧国立、旧国立、旧国立のメインスタンド側からの、はいはい、そのコーナーキックはファーサイドに上げられると眩しいっすよね、全部その入っちゃうんだよね、はいはい、ユニバースな、神戸ユニバース、神戸ユニバースよね、横に並んでるから、 あれで練習やった時に下げてもらう、ちょっと下げたら調整してもらう、ちょっと眩しい、あれ、あの博多の森もそうだった、うん、あのこうなってるでしょ、はい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 、のここがね本当に眩しい、うん、でこれが内側を向いてるとそのこうあってこっち側を向いてるともうコーナーキック全部入っちゃうんで、うん、この角度をやっぱり眩しいからって言ったのは記憶してたかな。うん、今でも LED が増えたからあれですよね。なんか昔ってあんなすぐつかないじゃないですか。うん、あ、バンとすぐ分かるよね。今つきますもんね。うん、S さん、大きくて動けるとおっしゃってましたが、だいたい大きいとは何センチからなんでしょうか。80後半っていうのはやっぱり、うん、そうですね。90ぐらいね。うんうん、今80の真ん中ぐらいが普通サイズのゴールキーパーっていう。うん、昔あの服部さんいるじゃないですか。あのジュビロにいた、うん、ハットさんがカミンスキーを連れてきたんですね、うん、時にあの吉勝みたいな動きをするやつがあっちだと190センチでみんなザラにいるんです、うん、それ分かりやすいね、分かりやすいなと思って、うん、ハットさんさすがやなと思って。ファンデルサール大好きさん、守っていてムカつく選手ってどんな選手だろう。ムカつくこれ攻撃に対してなんですかね、うん、フォワードのことですか。ムカつく、あ、僕は目合わせてくるフォワードですね。あ、でもね、カズはずっと俺のこと好きなんじゃねえかっていうぐらい俺のこと見てるでも本当あのいいフォワードってそのボールが向こうに行ってるじゃない、うん、でそうするとこっちもフォワードの位置が気になるからフォワードはやっぱり見るじゃない、うん、でディフェンスの位置とのそのどの辺にいといてとかっていうのを話してるんだけど、はい、必ず振り向いてキーパーの位置を確認するよね。なるほど、うん、俺恋されてんのかと思ってさなんでそんなに見てくるんだろう恋されてショーゴ桜井さん、コーナーキックからカウンターを受けたシーンで谷選手がスルーパスに対応したシーンについて触れてましたが、ああいったシーンでこれ以上は下がらない、いや前で狙うための基準なんかはありますか。状況にもよると思いますが、うん、どうなんだろう。基本的にはそこからシュートを打たれてもギリ追いつけるところっていうのが、あのポジション取りとしては最大値なんだよね、はいはいはい、その遅れてパッといっても
ギリギリいける、ケアできる、うん、でそこが前自分の、まあ、それは運動能力によって多分何センチ何1メーター何十センチって、まあ、個人差が出てくるんだろうけれども、そういうところから、狙うとか余裕を持っておいて、相手が顔を上げてるときは僕下がってますよっていう素振りを見せながら、目線を落としたときってキーパーの動き見えないから、そのときにククッとこう前出るとか、でも確実にスルーパスを通してくるっていう保証はないんだけどね。でもあ、これはシュート蹴らないなっていうバックスイングとかってあるじゃない。そうなったときはもう本当に目線落として、こうなった瞬間にダーッとそこは寄せていく。そこのところはだからよく見てないと、っていうかいっぱい失敗しないとその雰囲気を味わえないっていうか、だからチャレンジし練習でしないと、そうですね、そう、そのやられる時の状況っていうのが分かんないじゃない。失敗の経験大事ですもんね。こういう感じの、その相手が見てた時って、でやられるとかね、だから賢かったら、このパスをちゃんと横パスして前に出てくるとか、ボーンでこれで終わりだったら、そうですよね、チーンでね、あの辺の駆け引きやね、やっぱり。頭の悪い人、そんなことないよ。名前ですよね。コーナーの処理はどのようなことを意識してましたか。まあ、いろんな処理ありますからね。パンチングだったら、まあね、セカンド拾われないとことか、後半始まりましたね。始まったね、はい。まあ、ちょっとコメントはちょこちょこ拾ってきますんで。でもパンチングはあれだね、この向こうから上がるとしたら、中央からこっちなのかこっちなのかで、来た方に戻すのが一番飛んでいくから。そうですね、来たボールのパワー使いますもんね。あとは流れるボールはちょっとこう落ちるところポンとこう押し上げてあげると、思いのほかバンと飛んでいく、はいはい。で一番ダメなのは中途半端に正面にボトンと落とすっていうのがね、なかなか難しい。ちょうど今ですか、まあ、ハーフタイム終わっちゃったんですけどね。ハーフタイム勝ってるとき負けてるとき引き分けてる時のハーフタイムの過ごし方って、おお、今本並さんの顔見せた俺。今集中しようが一番良かったのに。もうなんかヒョヌさん止めた後だった。なんか今でもすんごいなんか変な止め方って言ったらあれだけど、どんな手だったんだろう。面白い弾き方だったな。はい、リプレイお願いします。いや、谷口さんの方が重要です。来た、これチャンスよね。あ、もう一回かい。下あれ後ろから見せてくれるとすごいいいですよね。多分こういう下のこういう感じなんじゃない、はい、なんだっけ、ハーフタイムだっけ。ハーフタイム過ごし方って言ってましたね。過ごし方は、まあ、人それぞれで、まああんまし、ね、多分ね、周りのそのチームのテンションで変わってくるよね。負けてて不甲斐ない時はもう口々に罵り合いながら入ってきたから。連敗してる時とか。そう。でね、チームの状況がいい時はおっと、こういかないか。あれあと30センチ上でボールが越えてくるとキーパーどうしようもないよね。どうしようもないですね。多分あのラインでイン巻きだと、ゴールキーパー立ってるところにこのぐらいの高さで落ちてくるボールって一切関われないから、ね、関われないですね。流れてきたらラッキーぐらいな感じ。止まってて当たれば、そう先に触られたらもう、僕の体に当たらなかったらもうお手上げですっていう。そうですね。ぐるぐるパッドさん、すごい名前やな。ちょっと待ってくださいね。今クロス上がりそうですからね。これはもうゴール前やっぱりね、ここ喋らないといけないところだからね。あげねえか。いやよく見てた。入った。
素晴らしい。よう見てたな今の。本拠地で取ったか。あたし来たな。上げたの。うん。多分後ろから来たの。上げたな。打つから思ったのに。あれキーパー出づらいですもんね。あれ難しいな。っていうかあそこで、うん、あそこでここだよ。もう絶対だからモーション入ったら、うん、シュートのポジションにいなきゃいけないから、うん、これだけゴール外されると、うん、難しい。難しい。しかもこれを取りに行くのは難しい、ね。難しいですね。そんな無理やな。しかもニア上来ましたもんね。ニア上って一番入りやすい。ほらキーパーって手下がるんだよね。下がっちゃうんですよね。構えるときにね。どうしてもあれからパッと来そうな気がするから、そのコースにまずこういうふうに手って下がっちゃうから、多分ここにあったらパンと出るんだけど、うんうん、余裕ちょっとあったから、余裕なかったらそのままジャンプして飛ぶけどね、うん、そのコースに対して。余裕があったから構えポジション取れたからね。そうちょっとこれで試合動くでしょうね、うん、韓国ギア入るでしょうね。なんか J の得点が減ってるのって守備が堅いチームが多くなったからでしょうかっていうコメントあるんですけど、得点減ってるんですか J リーグって。得点減ってるというかディフェンスがやっぱ組織的になってるから違うかな。あーチーム自体の。なるほど。追い込んだり挟んだり、うんうん、ほらミシャがレッツ引きでさ、はい、まあ、広島もそうだけど、はい、やっぱり攻撃に特化したチームっていうのができると、それの対抗策を絶対練らなきゃいけないじゃない、うん、そうか。でやっぱりポゼッションするチームが多くなればなるほど、はい、それをどうにかしなきゃいけないっていうのが、うん、やっぱりあるんじゃないかな、うんうん、そっちの方が簡単やからね。攻撃止める守備の方が簡単やから、まあそうですね、トレーニングするの。それを崩すトレーニングの方が難しいから、はい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 、攻撃の方がはるかに、はい。エイジ長谷川さん、代表は J リーグで厄介だった韓国人選手いましたか。これはいるんじゃないですか、お二人。コジョン。コジョン。コジョン。ノジュン。ノジュン。ノジュン。ノー君でもね、僕チームメイトだったから、ね。ノー君って呼ぶんですか。だからノジュンユンだからノー君じゃん。ノジュンユンさんをノー君って呼んだの初めて聞きましたよ。偉いんだよ、あの人。本名簿が平塚に来たじゃない。はい、で、遠征隊かなの先輩後輩なんだよね、うん、で自分の試合が多分なかったんだけど挨拶来てたもん、平塚まで。おお、ナイスキーパー。あれ怖いんで後ろから蹴っ破られないかさ。野純ユンさんはね、挨拶に来て、あの先輩ですから、うん、挨拶に来ないと。あれ持ってキムヒョンソクやったっけ。ヒョンさんいましたね。数みたいな感じでワールドカップ前に反対ましたね。でも多分今見てる人誰も知らないんですよ。知らない。あれはうまかったからな。今のプレーとか見たいっすよね、うん、あのリプレーで。そうあれさ、ああいう時さ、逆に俺がフィールドやったらさ、アウトにかけてカーンって入れたら多分入りそうな感じやね。あ浮き玉で、うんうんうん、クロスね、クロス、うん、クロスああいう入って飛んでいってさ、もうギリギリのところで、川口義勝さんが代表戦でやられてなかった。あった。クロス。もうちょっとね、もうちょっと角度が緩いところで、そのクロスを蹴るふりをしてこっちに当てて、はいはいはい、やられてたのあったんだよ確か。今のももう呼んでるから体を倒れてるはずやろ。これもう足見てもらうと分かるけど、ああでも抜いてるんですね、読んでない。あの多分ね、今のだとポジション前すぎたんで、ね、そうですね。戻ってたもんね後ろね。あんな抜き足であれ取れんだ、うまいな。ノアさん、後半も頑張る日本。すいません、後半始まって7分かかりました。翔吾桜井さん、ありがとうございます。あ、さっきのね、キーパーグローブも、あ、翔吾さん、コマさんね、キーパーグローブめちゃくちゃ進化してますよね。そうなの。そうや、一番はこの切れ込みよ、この切れ込み。細かっ。そこっすか。この切れ込みがあるから、はい、今ここにほら跡あるでしょ、はいはい、あの使ってる昔のグローブって平面だったからここに来ちゃうのよ、取るとで破けちゃうってことですか。破れる。違う、ここが破れてくるんで。そう、それもそうなんだけど、こうやって、ああもうゴール前だったね今ね。ゴール前。今だとこういうふうに手の形にパンとここに合うじゃない。違うね。こうなってんのよ。親指のところが。
あれはね切り込み入ってるから あれも大丈夫。でもディノゾフっていう赤パーム、赤にグレーの、グレーの、はい、あれはもう平べったいやつだったからここが使えなかった。だこの切り込みが入るだけでこの全体がで、今立体裁断って言ってさ、手の形ってこうじゃない、はい、最初からこうやって売ってんだよね。ほら昔はだからペタンでしたよね。ペタンペタン、はいはい、なんかね、あれからじゃあすごいんだよ。鉄板入ってたってなんか、ああここに、ね、握られへん、僕はいはいはい、あのパンチングすると非常に痛い、めちゃくちゃ痛い、うん、すいません、なんか道具のね道具、すいません、ノアさん、グークさん、GKドラさん、おいおい、あーね、みんななんか得点喜んで、あーこれ痛い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 、これでも怖いのフォワードだろうね、キーパー出てきて、これね、ほら、これね、上げてんなこれ、絶対フォワードってこれ前に自分の方が先に入ってるって思うじゃん、うんうんうん、でもキーパーこの分あるからね、うん、遅れてても絶対フォワードより前出るのに、うん、しかしいいボールでしたね、うん、よく出たね。でも今よく出ましたね。あここに入ってくるフィールド嫌いやん、フォワード、うん、あゴンとかここに入ってくるんだ、ああ大嫌いなあれでね、ああやってガチャンとなって次入ってこないやつは助かるんだけど、愚直に何回も何回も、もうクロス、もうだからゴンちゃんはもう何があろうが入ってくるもんねでそこのこぼれ球誰かにやられるとか、そうガチャガチャンってなってさ、あエボルダイレクト、あおあ、ああ、それ外すか。フリーやで。こんな完璧やん。西村か。ああ、ディフェンスがおったからか。結構でも今、あれでもそのまま、まあこっちはキーパーその読めるんだけど、うん、でもバシーンと決められたら、あの蹴られたらやっぱり速いボールは追いつかないからね。そうですね。逆モーションの手なんじゃない、ひょっとしたらこっちが移動しながらやから、うん、意外とこの肩のさ、肩の動きで、うん、こっち来るかこっち来るか大体読み、ま、あの、うん、予測しません、肩だから今どのカメラかな、正面こうでしょ、はい、でこっからこのまんまだと足振るとこっちじゃん、ああそうですね、はい、こうなったらこっちじゃん、うんうん、この真ん中からこっちになるじゃん、うんうんうん、だこの肩を入るときに見てあげると、あ大体のどっち来るかっていうのは、でもこう入れながらこう蹴れるやつはいるけど、多分今多分今までの放送で一番やっぱキーパーに特化しましたねちょっと MC の座が危ういんじゃないかなって今もうそういう話ちょっとやめとこうかな嘘です。ゾーフは小島さんのアイドルだったんですか、エイジさんからの質問です。僕はあのあれですよ、西ドイツの、シューマッハの前、誰だっけシューマッハの前誰ですか、ね、これこう、あゼップマイヤー、ゼップマイヤー、ちょっといいですか、ちょっといいですか、小島さんがこうやってやって答えられる世界観どういう世界観、ゼップマイヤー、うん、ゼップマイヤーで来とったよな、日本にも教えに、あ本当に来とった来とった、俺まだその時フィールドプレイヤーだったの、でもドイ西ドイツの今はドイツだけど、うん、あの当時は西ドイツ、はい、西ドイツのゴールキーパーってやっぱりキーパーとしては憧れてた、うん、あのキーパーとしてっていうか、そのあキーパーすごいなっていう、うん、あハロルド・シューマッハとかね、本並さんいるんですか、だ俺はシューマッハやもん、あそれシューマッハ、だ髪型もうだってこれだもん、シューマッハ、いやそれ前にしょってね、昔現役の時で、あの S 級で会ってちょうど来とってさ、うん、シュマハ、うん、会えた俺、すげえ、それ多分ジーコと直接会うような感じで、感じですよね、フィールドプレイヤー、ディノゾフ、シューマッハね、うん、であとゼップマイヤー、あれはピーターシルトン、あピーターシルトンはそうでもない、あーピーターシルトンやられ方がね、こうやってバーンとやあのバックステップでやられたのがちょっとねちなみにあれらしいです、伊藤さんが
吉川さんがニアをぶち抜かれたのは確かアジア予選の北朝鮮戦だった。ああ、そう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 、よく知ってんな。結構いってるよね、年。そうですね、うん。だからあれじゃないですか。もう本当に今、もう多分本当にビールとか片手にこれを聞きながら見てる人いるんですよ。で我々はその層を狙ってきますから。ああ、ファンデルサール好きってね。オリバーカーン、まあ、この辺になってくると年近いからね、うん、憧れないんで、ね、こっからね、足技できるようになってきた。確かに、ファンデルサールのワンタッチパスすごいもんね。すごい、こっからね、足技なんでそんな、何 30m か 40m ぐらいのインサイドパスがさ通るんだもんね、ダイレクトで。僕が初めて外国行った時にオランダだったんですけど、うん、オランダ代表の練習見たんですよ、うん、ファンデルサールいました、それこそ96年7年なんで、アヤックスが超強かった時で、うん、これノアさんのこの接触プレーっていくつになっても怪我怖いですよねって、これ結構キーパーのイメージですよね、うん、キーパー怪我怖い、接触プレー怖いとは。あのね、接触っていうか、そのもう当たるのはもう出てく途中ぐらいで分かるから、うん、あの思い切っていっちゃった方が怪我しないんだよね、うん、確かに、うん、で大体だから接触すると怪我するの向こうの方が多い。なんか味方ごと行けって教えられましたよね、うん、味方がよう倒れてる。そう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 。ああ、ねえ、韓国でも本並さんはもうすごいのあったじゃん。え、ガーンやられた。これここで不意を突かれた。選手変わりますね。お、水沼さんが変わりました。もう変わったよ。水沼さんから宮市君に、宮市選手に。水沼良かったけどな。うん、まあでもほらあれなんじゃない？そのフルタイムで長い時間出してコンディション悪くて、それはだろうね。でも今早かったな、もう挨拶が気持ちいいから。本当に大きいのね、身長も結構高いよ。いや高いです高いです。83のかな、一緒ぐらいのかな。うん、やっぱビール飲みながら見てるみたいですよ。エイジさんとマルさんと最高や。あのそれが正しいサッカーの見方だと思います。次回は、まあ、ちょっとビール飲みながらってことでよかったですかね。ここ15分、ここ1点取れたらでかいですね、うん、キーパー的には。あら、これね、意外とさ長いことキーパーやってああいうところに壁入れるじゃない、はい、ほぼほぼ現役時代当たんないよね。当たんない、ほんと当たんないっす。あれだからレアケースですよ、うん、今のなんて。だからさ、ハーフウェイラインがちょっと入ったところでアルベルトやったっけな、アルベルトちゃうな、ホンダのキーパーおって、昔のホンダのキーパー、ホンダのキーパー名前なんやったっけな、あれ、あの鹿島のキーパーコーチになったやつ。あ、覚えてない。壁どけって、もう壁立たせへん。あで 30m ぐらいそのまま壁なしでバーン打っても入れへん。俺は壁作ったけど、エドゥにやられたけど、ね、30m ぐらい。エドゥはちゃうわ。エドゥは無理やわ。これチャンスできてきたな、うん。ちょっとオープンになってきましたね。うん、コメント、ノアさん。いや、弱気に行くと逆に危険なんです。まあそうですね。うん、伊藤さんが、僕小島さんの本2冊持ってます。ありがとうございます。前田里サイン入りユニフォーム持ってます。お、小島さんに憧れてウールのグローブもつけてました。あ、変わりもんやな。小島に憧れてて、そんななったらやっぱりこうシュート打って、あ、頭か、まあ、この隙にノアさん、まあ、接触の話ですけど、中学生の選手は接触プレーは怖いって言ってたんで気になってたって。中学生ぐらいやっぱ怖いっすよね。ああ、そうですね。いや、体ができてないから、そのほら今ヘディングするとなんちゃらとか、子供の頃にね、はいはいはい、っていうのはどんどん出てきてるじゃない、うん、僕らはもうそんなの知らないからさ。そうですね。おー、本並さん、今のどう、ちょっともわからないでしょ。ゾーンで今のゾーンだったら、あれは出ないと、エリアの中やろ、
いや、ギリギリゴールエリアの多分30センチぐらい外ぐらいだと思います。でも彼の能力だ、あ、ブロック、あ、前で、あ、でもボール結構いいボール、これオフサイドになれるのか、間オフサイドならん、これでも必ずここには入ってくるじゃない、うん、前に折って押さえられたから多分一方でほらこれで、これでもうタイミングなくなってる、はいはい、あの11番押したことになって、ああいう時ってどうしてます、どうしてました、ここに1人入る時って、あの、まあ、マンツーマンだから、うん、ここに1人つけるんだけど、うん、はいはい、どっち入れてました、だ人がいると前、このここに入れた、俺の前に入れて突き放した、相手、味方、自分、僕もそうです、で、向こうにやってくれた、はい、自分味方ごと押してましたね、俺はそのまんま出てピクシーにやられたんだよ、俺、味方、相手で、これゴリポンね、あ、森山さん、うん、はい、で森、ゴリポンがバーンと走っていったところにピンポイントでバーン、だからもうそれ以降は挟んだんですか、いや、あのもう俺のところはいいから、はいはい、こいつがその走りたいとこ消せって、その代わり、その代わり、まあこれは言えねえよなあんまりな、うん、その代わり人が入ってきます、あ、いいですね、これはもう時効ですよ、時効です、はい、人が入ってきます、僕手を挙げます、ちょうどこういうところを、うん、こういうあたりに、あの近くなるように、だから入ってきたら、ここで全部こうやって牽制じゃないけど、僕のここにここに当たらないように全部こうやって、でレフリーとか言いながらさも被害者なふりをして、ここは相手に向いているっていう、まあそこで当てられたキーパーチャージだからな、うん、エリア内だから、あ、ありましたね、当時はキーパーチャージありましたからね、ゴールエリア内キーパー触ったらっていう、今は、ね、でも今もない、今あれですかね、キーパーチャージなんて言った日にはキーパーチャージ警察が動けますから、ね、あいつはバカじゃない、キーパーチャージはもうねえんだよっつってツイッターで荒れますからね、あ、昔はね、そのありましたね、そういう、あった、昔あったから、はい、そのれっきとしたルールブックに、そうそうそう、ゴールエリア内のゴールキーパーになんか接触するっていう、ね、うん、そうですね、もうこれもうまさにあれですよ、ノアさんの今のコーナーからのヘディングなんか、キーパーが自分から処理しに行く場合はあるんですか、今点が入ったところですね、はい、っていうかゾーンでやるんだったらあそこを行かないと多分、うん、あの自分たちがジャンプするだけだと走ってきたやつの方が高い、だから、うん、だからあれ伏線があったからじゃん、あのニアでさっきやったから、だから本来ポジションがもう1メートルぐらいこっちでポジション取ってたのが狙ってくるからちょっと下がらないといけない、だから伏線が多分あって出れなかった可能性がある、それはあるかもね、うん、しかもあの質のニアのボールは来てると結構あれですよね、そう、変な速かったら落ちるから取れへんから、はいはいはい、出てたらああいう時って変えなあかんよね、キーパーもね、あこの処理置いてさ、ん、ニアに置いてゾーンでやってたもんな、うん、もうああいうところは臨機応変にやっぱりやるな、うんうん、それか自分のポジションスーッてやって自分の出たいところを開けといて、うん、蹴る瞬間にポジション変えて、うん、今のところ出ていくとかね、うん、まあ面倒くさいんだけどね、うん、あのまともにやると、うん、あの一番いいコース先に入られちゃうんで、うん、だからセットプレーもあれですよね、キーパーも決められたまあセットで入るんだけど、うん、ゲーム中の感じでやっぱ自分で変えていかないと、うん、相手が狙うところがあるからさ、はいはい、あの試合前にこうビデオ見せられて、はいはい、ニアばかり蹴ってたから今度試合いざ開けてみたらフォアばかり蹴ってた、そうそうそう、アキラ78さん、自分ベルマリニュースの時サッカーダイジェストの特集で小島さんと一緒にオーバーハンドキャッチをしてもらっているところを載せてもらいました、28年前28年前、俺28歳じゃない、サッカーダイジェストですね、ああノアさん、一得点見てもその何個も前のプレーからつながるっていうのがすごい、そうですね、そこに気づくのがすごいんですけどね、
はい、それをね言ってほしいですね本並さん。そう、本並さんだから気づいたことですから。ディフェンスがいいよ日本の。結構、うん、これ結構谷選手にねバックパス入ってる時に結構プレス行って2本今キックミスしてるんですよね、うんうん、晒しすぎちゃってて。あのブラジル戦の前に何か何試合かあったんで、パラグアイ、うん、はいはい、とあの辺でほら代表、まあ、彼らと今違う、はい、どちらかというともう本大会仕様のメンバーの時のあの時でもあの点取られてあのイージーなそのゲーム、はい、まあ、楽勝な雰囲気だったところから失点したのってビルドアップミスなんだよね。そうですね、あの横パス取られたやつですね。そう、それとあのパッといって出すのが遅くて、結局はまってそこから前に入れたボール取られてぐーっと来られたりとかっていう、まあそういうのがちょっとね本当に重要になってくるよね。だからキーパーがリズム作んなきゃいけないけどキーパーのリズムミスで結果そこが失点の原因だったりとかしてますもんね、うんうん、25分あと20分ですね。これでも 2-0 だったらキーパー的にどんなあれですかね指示になってるんですかね。まあまあ一緒やろな、そんな変われへんと思う、うん、まあ、1点取られたら 2-1 で1番ぐらいパターン入ってくるから、うん、今でもなんかあんまなんか遅延行為じゃないけど露骨にやるキーパーってあんまいないですよね、うん、ごめんなさい。やられてましたか。やってたね。多分ここ3人は全員やってたんじゃないですか。いや俺はそんな仕事はせん、うん、本並さん先生どうぞ。本並さんやってましたよね。だって倒れなくていいのに取ってで倒れる、ね、倒れるそれはあかん。でも一時ね3歩以上歩けないルールあったの知ってる、うんうん、ありましたね。だから取ったところから3歩以内でプレーしなきゃいけないから、はいはいはい、シュート取るとゴールエリア内じゃない、はい、でゴールエリアの中からボールを蹴らなきゃいけないんで相当飛距離が出なくなるんで、うんうん、取った後に 2,3 歩前行ってドンって倒れてだいたいゴールエリアの外にそれでボールが出るから、そっから3歩そういうね結構せこいことやってましたよ。コメントが来てますよ。ファンデルサール大好きさん、 2-0 ってサッカーで一番危険な点差って言いますね、うん、これ誰が言い始めたんですかね。でもやっててさ 1-0 より、はあ、2-0 から 2-1 になった時のヒリヒリ感半端ないですよね。おあナイスよ。完璧あの要するに持って戦える人気力から一気に 1.3 になった時の精神的な落胆っていうのが多分ね一番危ないっていう。あなるほどですね。あどうしようどうしようっていう、うん、ちょっとしたパニックなんだよね、はい、ゲーム中にね。これが、まあ、今 3-0 じゃないですか。これどうするかやね監督がメンバー決める時、うん、そんな悪くないし全体が今の打ってくれたらさキーパーもさ、うんもうだってポジション取ってよし来いっていうところだけどそれを横に逃げられたらもうどうにもできないよね。だもうマークついといてくれって感じだもんね。てめえこのっていうフリー2枚おるもんなこれ。このなんかパフォーマンスなんかあったんですかね。ニンニンみたいなね。だここまでやられるとどんないいキーパーでもやっぱ点取れるよ。そうですね。ノイアーとかさスペインだと誰になるんだ。デヘアとかですか。デヘアとかだからもうこれからワールドカップ行くときにもうあそこまで崩したらキーパーどんなに良くても関係ないから。であれで止められたらもうしょうがないさね。あそこまで崩してやられたらね。ああ昔はバックパス。あ今あのカンペから情報が来ました。町野選手は伊賀の出身らしいですね。あそれでニンニンだったんですね。そう、うん、まあ、ちょそうなまあじゃないですか。まあまあこのチャンネル別にそんなあのパフォーマンスについてあんま掘り下げないんで。
大体ほらやられて腹立つのこっちだからさ。あ、そうですね、うん、これ伊藤さん、昔はバックパス来たら思いっきり蹴れって言われたのにビルドアップって言葉なかったのにキーパーも進化してますね、うん、仕事が増えた、うんね、そう、サッカー選手じゃなかったもんね、うん、特殊な、うん、そうですね、特殊な職業っていうかポジションって言われてたんだけど、うん、これほらニンニンやってるからやられんじゃないのこれだってこれ 3-0 一番フラストレーションたまりますもんね、うん、もう 3-0 ってほぼほぼ決まりやから、ね、だってやっぱね韓国もじゃあ日本にやられたっつったら、ね、やっぱ叩かれるだろうし、うん、あの我々が思ってる以上に大変なんだよね、負け、特に日本に負けるっていうのは、はいはい、そう本名もが言ってたんだけど、はい、あのもう許されない、あのもう負けたらもう国に帰れない、うん、あっていうふうに言ってた。せやん、だからこれリベンジマッチやろ、逆に言うと韓国としては、うん、それで 3-0 でこれまた明日大変なことなんで、ね、このまま終わったら、うん、なんかここからなんか、まあ、ラフプレーはちょっといけないですけど、ギアが入った韓国は見たいですよね。ギアが入りそうにもないもん、見ててないんですよね。何があるかっていうの別にないのよ、うんうんうん、パスワークでもないし、うん、どちらかというと今みたいなバンバンっていうのが立ち上がりから、はい、そのね、うん、このぐらいのこのぐらいのやっぱり来るっていうのがその日韓戦の、そうそう、あ、そのイメージありますよ、うん、本当に、はい、あんま来ないよ、日本の方が行ってるからね、どっちかだな、うん、だイエロー増えてきましたね、うん、90分の立ち上がりからあのぐらいのテンションっていうのが日韓戦っていうイメージだったんだよね、うん、だからちょっとこう見ててぽくない、うん、だこれはどうなのかな、まあ、国民性もあるけど J リーグに入ってきてる選手も多いからその辺のところのリスペクトがあるのかどうか、あ、実際問題、日本に対して、それとも、まあ、国対国で韓国は絶対負けられないっていう部分もあるとは思うけど、うん、サッカーの部分での、そう、なんか日本と昔はこう敵対してたけど、うん、まあ、仲間意識も若干芽生えてる感じもなきにしもあらずか、チームメイトは絶対韓国におるんやし、はいはいはい、そうですね、ナイス、ゴールキーパー徳川さん、ナイスゴールで、香港戦と同じで4点5点と重ねてほしい、うん、ちょっと心配だな、うん、どうした、しゃげたぶつかったわけ、あ、うわ、ひねってるな、ひねってるな、うわ、内側に行ってんな、内側に行ってたじゃん、あれが、ま、曲がれば曲がれば曲がって痛くなければ、うん、まあ大事には至ってないって感じだけど、ちょっと内側行ってる、今こわこわごわこうやって曲げてたよ ね、 ねえ、これね、宮市選手はねやっぱり怪我 ね怪我が変えてやったばっかりだからね、うん、うん、まあ、こういう時ちょっと失点ね、気をつけたいですよね、まあ人が足らなくなってしまう、キーパー今日一番の見せ所、ナイスセーブ、これをこういうゲームでこれが 3-0 で終わるのと 3-1 に今のでなってるのは全然違うんだよね、うんうん、そうですね、相手に与えるダメージもそうですし、うん、いやちょっとね、今は変えた方がいいな、これは、うん、無理やな、無理ですね、やんないで、あれは価値あるセービングだけど、うん、あれ見たいですね、はい、まだ15分ぐらいあるから後ろからお願いします、うん、はい、15分ボールが見えてたのか見えてないのか、そうですね、で見えてなかったら見えるようにポジション取ったのかとかって、うん、ちょっとね、結構谷選手はね、あれなんですよね、僕こう覗く結構こう、うーん、あのアクションが大きい選手だなと思ってて、うん、後ろから見たいなと思って今、あー、ダメだね、ダメか、ん、西村が交代、まあ、今交代の間にまだコメント読んでください、英二さん、ゴール前のワンタッチパスって厄介ですよね、厄介ってかもう無理ですもんね、あのパターンは、アンデルサール大好きさん、ね、今日の日韓戦は比較的クリーンな感じがしますね、
ノアさん、うん、ツイッター調べてみた韓国サポーター荒れてましたか。それはそうでしょうね。そこ調べる、まあ、あとは、まあ、谷さん、谷選手の、うん、まあ、ナイスキーパーと。まあ、あれが見せ場だしね。そうですね、あれが、あれが仕事だからね、うん、残り15分ぐらいですかね、うん、伊藤さん、小島さんといえば95年アンブロカップのブラジル戦のスーパーセーブ連発が印象的です。当時小5の僕がゴールキーパーやるきっかけになった試合。おお、素晴らしい。僕はさっき見せてもらったあの裏への飛び出しですよね。あれはね、あれミスだから。だってあれはインターセプトできなかったらダメでしょう。だって無謀先にジュニーニより触られちゃってんだから。しかもドリブルでかわされてるしね。でその後ゴールに戻ってちゃんと、セーブするとこまでがセットですからね、はいはい、小島が前で抜かれた瞬間にごぼう抜きされとったよね。後ろまで打たれとったから真ん中ぐらいからだ多分。そう、横パス出された瞬間にとりあえずジュニーニュは右手でハンドオフしてでゴールに向かって一目散。それはね、しょうがない、キーパーいないんだからみんなゴールに、みんなゴールに、ゴールにカバーしてくれてさ、さっきで戻ってから出てくからさ、抜かれる抜かれる。オフサイか、オフサイっぽかったけど、やっぱりないか。韓国ってあんま良くないな。良くないですね、うん、激しさもないし、やっぱり元気がない。あれ、これ韓国の控えのキーパーって誰入ってる、誰入ってる、誰が入ってるんですかね。ジンヒョン、キム・ドンジュン、キム・ドンジュン、ソン・ボム。ああ、じゃあ日本の選手は呼んでないんだ今回。2人ぐらいしかおらなかったじゃんか、日本が入ってるの。もうちょっとフロンターレの、誰だっけ、名前出てこない。ソンリョウですか、うん、まあちょっと年、ションソンリョウはまあ年齢的にね、うん、1個前の代やったら多分代、うん、あ、そういえばさ、全然関係ない話なんだけど、はい、いや、それはやめてください。イ・ウンジェって中川家に似てない？似てますよ。それは似てますよ。似てるよね。似てますよ。そう、何か引っかかってたんだよ。もう本当これ見てる人、イ・ウンジェと中川家まず検索してほしいですもん。あの韓国代表のね、ゴールキーパー長らくやった子な。長いことやってましたよね。長かったですよね。98年の予選の後からずっとイ・ウンジェじゃなかったっけな。そんな派手さはないけど、うん、なんか堅実でしたよね。そのオールドタイプって感じ。そうですね。独学さん、これは無理ってシュート打たれないようにするのはキーパーの腕の見せ所の一つになりますよね、うん、グークさん、飲みながら観戦してトイレ近くて谷選手の見せ所見逃した。大丈夫です、スローで多分やると思う。それは多分後で何回かやるんで、うん、はい、俺たちも1回しか見てない、はい、結局あれでしたもんね。この後アメリカとエクアドルがあるんですね、9月に。これアウェーでしょ、全部アウェーで。ヨーロッパで、うん、アウェーというか、うん、残り10分ですね。もうここら辺になると、あ、もう9月の試合になるともう完全にあれですもんね。いや、もう決まったメンバー、決まったメンバーですもんね。であとはもうどう戦うかっていう予行演習になってくるから、うん、多分もうアピールするのはこれがラストマッチでしょ、ね、だけど日本は有利でしょ。あのドイツとかもほとんどリーグ戦やってまとまってやらずに来るからね、全部ヨーロッパ組は。だから結構ドイツ戦もチャンスあるっちゃ、はいはい、チャンスあるのよ、逆に言ったら。なんかあの2010年かな、南アフリカの時に直前まで奈良さんだったんですよね、うん、で川島選手に変わったんですよ、うん、だからそのパターンって今回どうなのかな。ゴンちゃんが出てて、いや、森安ポジは変えない多分。キーパーは特にあんま固定するメンバーで行くタイプやから、見てたら、うんうんうん、フィールドもキーパーも。広島の時もそんな感じだった。そう、あんまり変えない。あ、変えない、あ、変えないか、変えない、ほとんど一緒やわ、はいはい、イ・ウンジェレイジンそっくりですわ。日韓の時のゴールキーパーですよね。そ
そうですそうですそうです。そうです。ページ裏調べたんだ。いや芝生悪いですねこれ。悪いよ。いや茶色いからもう結構悪いと思う。まあね雨降らないでっていうか。雨降って日が当たりすぎると根腐れするらしいよね。これってドーム型になってるの？どんな感じになってるの？グランド普通のスタジアム。ああ引っ張ってこうやれば屋根かかるんじゃなかった？かかるんですけど。今工事してるよ。あのずっと故障してたんですよ僕グランパスいた時は。そうなだから雨閉まんなかったんだよね。閉まんなかったっすよ。うん、だ水穂やったっけ？トヨタです。アコが良かったやんグランドは。アコがないからこう使ってんじゃん今。今は水穂回収中。回収中やな、はい。アコのグランド良かったのよ。水穂っすか、うん、ピッチっすよね。ピッチでも水穂だとほら陸上競技場あるからね、うん、隣のサッカー場で俺試合やったな。ラグビー場じゃないですか。あラグビー場ラグビー場っすね、うん、当時多分 J リーグ開幕の時とかそこでやってたんじゃないですかね、うん、あの雨の PK そうですよ伊藤裕二さんが止めた あ,、はい、あのこっち行ってからボールが止まってこっち行ったっていうあったね、はい、伊藤裕二君同い年ですよ。あ、そうですか、はい、僕誕生日一緒なんですよ。あ、そうなの、はい、伊藤裕二のせいで4中高出らんなかったんだよね確かあの年。上野工業かなんかじゃなかったっけ。へーその高木拓也が選手権出らんなかったの前川のせいだっていうのと同じぐらいだったような気がするんだ。伊藤裕二上野工業かなんか四中高じゃないんだよね。あそうですね。三重の代表が確か違う。四中高じゃなくて高校のやな。工業じゃなくて。うん、ちなみに去年の選手権は裕二さんの監督で。お出てるの、はい。俺行った俺。あ行きました。はい。教えにキーパー。いや俺教えに行ったんですか。キーパーやろって。後本人が教えればいい。教えろやった。いや大丈夫です。そのまま選手権行ったから。二部やってあれ愛知の。県の二部やのに優勝したから。そう全部あれですよ無失点ですよ。予選いやもうこれ普通にこれ試合過ぎてきましたね。これあと5分韓国やばいでこれやばいんじゃないですかこれ 3-0 のまま終わったら伊藤さん四日市工業です。ああ工業、うん、ああ4中5なんだな。これまた読み方間違えると怒られそうですね。四日市中央工業じゃないから四日市工業中央工業四中工ではないと四中工ではないか。ああヤンマや俺昔から知ってるもんね。いやヤンマーね名古屋城さん昨日の夜雷雨だったそのああそうあラ雷雨雷雨ね雷雨いやいや間違いじゃない雷雨だったいやいや小学生読みやなMC として爪痕残そうとしすぎちゃいました、ね、これあと5分で何できますかねこれね交代して橋本健人まあ出る人は点は取りたいわな攻撃陣はさあ誰を入れるか最終的にここからそうですねそんなに全員悪くないだけにだキーパーとしてはこれも絶対 3-0 で終わりたいですね、まあうん、見せ場うんぬんじゃなく、まあ、ゼロがいいでしょう、うん、5対4で勝っても嬉しくないし、うん、しかもこの内容ですからね、うん、ほとんどシュート1本しか飛んできてないあ杉浦さん、こんにちは。こんばんはだけどね。先週、伊藤裕二監督に会いに行きました。そうなイケメンでした。だそうです。ジーコにやられしたよね。J リーグ創世記に。開幕戦。ハトトリック。アルシンド。これシュート数、差ありますね。4。日本15の韓国4。全く攻撃できへんの。大変だこれ。丸さん昔三重県済みだったので懐かしいです。話が多分懐かしいんだろうな。伊藤裕二の話になるそうだヤンマーって言ったら坪田さんがいたもんね。日本代表。昔の日本代表の僕らがだからその頃の日本代表の方って大きくて178だもんね。坪さんとかあれがあって、あの安さんが団子、団子、ああ、安さんが184ぐらいか、うん、安さんとあの安さんですか、安さんと鈴木の安さん、はい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 、でも辞めて国士舘行って、はいはい、でユニバーの代表選ばれてでこれじゃまた同じだっていうその
サイクルがね、はあはあ、でこれでまた企業に行ってってなっちゃうからって言って辞退したんだよ、あの人、はいはい、辞退して重田さんが入って、あ、そう、あ、そうなんですね、俺が試合出られんわって重田さんが来たからなるほどな、いやー、何これ、あ、愛知学院だっけ、愛知学院、愛学さあ、早い、全然ですね、ゴール前に行かへんのよ、ボールはこんなんしか、うん、だその素晴らしいセーブありましたって今じ言ってくれてたの、ちょっとリプレイ見たかったな、あ、俺ずっとあれだイヤホン外してなんそうだ、ハーフタイムに外してで喋っててそのまま刺すの忘れてたねどの声を聞いてやってたよ、いやいや、だからここで喋りながら映像を見てるって感じ伊藤さん、田口さんってあのメーラン親じゃないですか、うん、ああ、田口さん、そう、田口さん、長浜さん、本並さん、月曜日のラビットのオープニングでこの YouTube 視聴者向けになんか キーパーっぽいポーズやってもらえませんか、やれへんわ、ぽいポーズ、何キーパーっぽいポーズって、それは僕はもう何も言えません。そういうテーマがあったらやります。そうだから岡田さんと大久保君が何を言ってたか全然聞いてないんだね俺。すいません、なんかすっとぼけたこと言ってたらごめんなさいね。いやーこれ大変ですね韓国も、うん。いやもうほとんど攻撃できないプレッシャーかかって。あ、ここから入ってこらんないんでしょ、ここから上げでもせんし、このこっからしか上げられないボールが結局は、こんなの苦し紛れとかさ、この角度から上げられるのってその入ってくる選手とボールを両方だいたいこの辺が見えて今真正面に見えるけど、うん、この辺はこうやって目線を動かさなくてもなんとなくいるのが分かるから、あの、まあ、一応同一視ってやつね、はいはい、あれができるからああいう角度から入ってくるやつは大体どこを狙うかっていうのがさ、その足の向きだったりとか踏み込みだったりとかでなんとなくね分かってくるんだけど、切り込まれるとやっぱり顔が全部こっち行ったらここ見えないからね、あそこまで来られると怖いけど、うん、アーリークロスはね、うん、フォアサイドは難しいけど、うん、あとはラインとキーパーの間に低いボールが速いのが入ってきたら怖いけど、うん、ああやってディフェンスも用意してて遠いところからポコーンと入れられても怖くないもんね、本並さん、何コメント本並さん読んでもらっていいですか、いやもう僕は読めないっすよはずいです、本並さんに何 TikTok のアーニャピーナッツが好きだってほしいですって、ノアさん、そういえば本並さん TikTok 可愛かったです、ぜひ高木さん小島さんに動画見て、いやいや、じゃあ大好きさん、いやもう本並さんに TikTok アーニャピーナッツが好きだったし、いやいやいや後で見てみよう広めてくださいどんなやったっけな、俺忘れたな、これか、あ、こっちかそれは恥ずかしいな、ノリノリでやってもらった今見たね、だ見るタイミングもやっぱり韓国代表だけやっていいよね、あのサイド出たじゃない、でワンタッチでポンと出した時に蹴れない時にやっぱりなんかペッとこう、うん、あのまあこっからだけど顔がやっぱり触れるのは見えるから、うん、ああいうタイミングのそのボールを持ってる選手が何もできない時に何かを見るっていう癖がついてるっていうのはすごく重要だよね、はい、これで3分経ちましたね、うん、もうこれで終わりですかね、これは圧勝やな、圧勝でしたね、うん
これは強い。4大会ぶりなんや。これ何人ぐらい入ったんですかね。今だとちょっと結構映ってたけど、お客さんも結構入ってたから、まあ、韓国戦だからやっぱり、うん、あ、そうですね、うん、ザイオン あの右手のテーピングが気になりますね。ああいう巻き方がなんかすごいとこも巻いてなかったですか。こんなとこまで巻いてましたね。ふう、これ手首持ってかれないようにじゃない、ここにあるってことは。どうですかね、うん、手首と小指だけだったということで、結果は 3-0 です、うん。本日の試合いかがでしたでしょうか。圧勝でしたね。圧勝、やっぱりモチベーション非常に日本の方が高く持ちながら前向きにやってた選手が多かったんで、はいはい、まあ、韓国はちょっとね、今一つ迫力も何もなかったんで、ちょっと残念な試合かなという感じがありますけど、うん、小島さんは、あの内容がね、いまいちキーパーばっかり見てたんで、はい、入ってこないんだよね。その3-0は 3-0 で勝ってるんだけど、はい、本当に良かったかどうかっていうのがちょっとね、あの崩しのところをどういうふうに動かしてたかっていうよりは、そこを動かしてる時にキーパーがどんな準備してるかなとか映っちゃうと見ちゃってたんで、はいはい、そのね、あ、意外とシュートを打たれてないなとかって、終わったらそういう感じで、うんうん、コメントでも、まあ、グークさん、谷選手はかなり落ち着いてましたね、うん、まあ、あのシュートね、はい、が一番勝ちだった、うん、セーブだったかなと、はい、3-0 からの、そうですね、3-0、うん、だった、うん、まあ、優勝目指す、難しいですよね。でもね、急に来たらあんなすんげえシュート、うん、そうですよね、うん、まあ、結構近かったしね、あれを後ろから見せてくれたらよかったな。見たいですね。どこ抜けてきたのかとか、うん、キーパー以外の選手でなんかワールドカップに期待できそうな選手改めて見て、僕ちょっと宮市選手、うん、期待してたんで、ちょっと怪我はね、そうですね、うん、本並さんどうですか。相馬かな。あ、うん、やっぱあのドリブル、はいはい、うん、左サイドでまだあんまり固まってない感じがあるから、うん、日本、うん、南野がやってるけどなんかしっくりきてない、うん、いやただね、三笘がいて三笘がいて、うん、で、あのスピードスターもあそこできたりするから、うん、本当にあのサイドは結構知れてる、ディフェンクスね、うん、フォワードが折れへんのよ、うん、右も左もポストマン、確かに確かに、ポストマンが俺がこの試合で町のあたりがそれできるかなってちょっと見てんだけど、あの大阪がいまいち本調子じゃないんで、はいはいはい、じゃあ誰かって上田さんもなかなか代表入ったら結果出せてないから、となるとスピードスターだったら何人かいるし、それを考えてちょっとポストマンが誰かいるかなって見てたけど、なかなかちょっと出てこなかったかな。優勝おめでとう、こういうとキーパーはどういう気持ちですかって、これあれですかね、何に紐づいてんだろう。優勝、今日の谷選手、ね、3-0 だと、はい、3-0 であのぐらいしかやってないと、俺の試合だっていう時なかった。今日は俺っていう時ですね。今日は俺っていう、はい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 、そのもうシュートに、まあ、だから今日の韓国がチョ・ヒョニュが3点取られないで虎の子の1点ポコンと最後取っちゃったって言ったら、うもうこれはもう、はいはいはい、ね、チョ・ヒョヌの試合、俺の試合っていう風にキーパーの試合ってなってくるじゃない、うんうんうん、でも今日は谷の日じゃないっていう感じかな。うん、伊藤さん、また NHK でキーパーに特化した試合映像やってほしいです。あれ何年前だろう。だいぶ前ですよ、うん、3、4年前じゃないですか。僕が2年だってほら、現場 こっちの現場を離れてたでしょ、はいはいはい、向こうの現場行ってて、うん、でそれのもっと前だからね、うんうん、やってほしいですね、まあ、我々カタール行けるってことで、アルサット行けねえ、はい、行けると思いますよ。アルサット後ろで3人こうやって並んで、はいはい、キーパーに特化して、うん、キーパー特化して、いや、お前はどっか あのホテルに帰ってて、俺ら2人がこう実況しながらお前帰ってきたよ。まあそうっすか。まあまあ、まあ、それでもいいですよ。はい、だ僕コメントだけ読みますから。じゃあ俺本並さんが進行して。ちょっと待って、俺のスペースなくなってきた。やっぱ先輩たち怖え。
この3戦で日本は0失点。今日ずっとこのゴールキーパー独学さんがコメントくれてたんで、うんまあ、3人とも代表の可能性残してますね、うんうん、まあでもそうは言っても ね、うん、あのやっぱりここにいる3人のうちの1人っていう、そうですね、うん、そういう位置づけのこの競争だったんじゃないかなという気はする。1人がチャレンジする権利を得るくらいですね、うん、で、どちらかというとこのゲームの香港、中国、韓国ってきた中で、うん、誰がこの中で一番メインなのかっていうのはなんとなく分かったような気がする。次回のアメリカ戦とかの時の招集メンバーがに入れるか入れるか、入れるか、まあ、そこまでの J リーグのそうです、ね、ポテンシャルの問題もね、その辺を見ながら吉田選手多分見ていく、はい、金太さん、はい、大迫はまあね J リーグで出てるけど、はいはい、ライオンの場合は、はい、まずは西川を振り下ろさないと、ね、試合に出てないと多分入ってこない、そこをやらないと、うんうん、やっぱどうなんですか、その J リーグでレギュラーじゃない選手が代表に 今回選ばれてるわけじゃないですか、うん、ちょっと一昔前だって考えられないような、で多少論戦をしてた、SNS を見たんですけど、うん、お二人から見て、うん、やっぱそれはやっぱ J リーグ出てないやつがやはり入るのちょっと違うかみたいなのもやっぱあります。でもあれじゃない、やっぱり、ねパリのオリンピックも全部見据えてのこういう、ね、で前回のワールドカップロシア大会でもスパーリングパートナーに若いの連れてったでしょ、うん、アンダーカテゴリーの子たちを、はい、でもそれはやっぱりすごい勉強になると思うしね、あのなかなか体験できないことだとは思うんで、でやっぱり目指す場所っていうのがどこなのかっていうのをもう一度若い選手が再認識できるっていうのがあるから、まあね出てなくてもまあそういったところっていうのは、まあそれもね日本がワールドカップ出続けてオリンピックにも出続けてるからこういう選び方ができる、だから一昔僕らの時代だったら多分考えられないことなんだろうなっていうのは、グルクさん、なでしこと同時優勝なら嬉しい、うんうん、マルさん、ワールドカップのゴールキーパー特化版みたいです。これは FIFA に言ってほしいですね、うんうん、伊藤さん、試合を見ずにこのライブ配信だけ見て楽しんで、それは違う、見てなかったのマニアックやろ、めちゃくちゃマニアック、イメージできないそれは、まあまあいいけど、うん、まだ質問受け取れるんですか、まあ、ちょっとだけ、うん、はい、ね、伊藤さんそれはどうかと思う、あとでビデオ見てあれなんじゃないの、もう一回これとリンクさせてみるんじゃないの、それだったら今見てよ、これすごいな、その見方、うん、でもちゃんとビールマークついてるからもうこれ酔っ払って酔っ払ってこうやって言ったら取り上げてもらって面白くいじってもらえるんじゃないかと思ってやってる可能性ありますからねでワールドカップの対戦国、はい、まあ、3カ国あって、うん、キーパーがやっぱで注目されがちなとこなんですけど、うん、あコスタリカ、ナバスナバスですね、み、うん、んないいとこじゃん、はい、でも大丈夫、あの最後のほら崩しあったじゃない、はい、ね、ゴール前でもうシュートを打てるところで横パス、はい、もうあのぐらい崩したらどんないいキーパーだって取れるから、うんうん、そこはね、あの苦し紛れに外からパーンと打ったやつは入らないよ、3人は、そうですねこの間のパリ・サンジェルマンのあのトンネルマンのミドルシュートとか あ、うん、あれ入んないんだって思っちゃって、確かに、誰のシュートだったかな、一番最初どことやったんだっけ、フロンターレです、あフロンターレの試合、ね、とんでもないのと思ってたね、あーもうちょっと、あ届きますか、届くんだと思ってでもチョウヒョンのあのボテボテだったけど、あの最後のあれじゃない、やっぱそうですね、この、はい、でこの、はい、この返しね、これね、この返し、はい、マニアックやな、うん、あれをこっちから出すと意外とスカるのよ、ここで空振りするんだよね、うん、確かに確かに、でこれをボールのコースに合わせてピッとこう、うん、手首返すだけっていう、でほんのちょっと変える、うん、技術の、そうですね、ファンデルサールさん、もうファンデルサールさんでいいや、イギータみたいなキーパーどうですか、もうやめてくださいよね、イギータスコーピオン、うん、面白いですよね見てて、あでもロジェミラだっけやられたの、
カメルーンのロジェ・ミラかなんかに引っ掛けられて、はいね、いや今風やけど完全にいやそうっすね、はい、とはカンポスとか、はいはいはい、今風のキーパー、はいはい、完全にアキラさん、萩、うん、さんワールドカップこのメンバーでライブしてほしいです。これはもう予算次第だから。今のは予算次第だ。伊藤さん飲み屋テレビないので飲みながらやりましょう。おいそんな面白いこと拾おうと思ったら大間違いだな。OS 大阪さん食べて、ね、鈴木大吾どっか試合に出られるチームでレンタル出るのか浦和で西川さんと争って出るのどっちがいいんですか。今だけじゃないですもんね、うん、見てるところって、うん、このワールドカップで彼は終わりじゃないから。でも谷は出ましたからね。出たんだよね、はい、で今の地位を確立したんだよね。どこに出るか、オリンピックが、ね、近かったっていうのもあったかもしれないけれども、はいはい、まあ、決断だよね。海外、まあ、海外そうですね、海外行った方がいいと思う、日本で出れんやったら。そうですね、うん、ノアさん現役の J リーグ選手はこのチャンネル見せたら面白いですね。見て、まあ、見てねえか。まあ明日練習あるからね。はい、うん、いや、いや、僕も今、はいって言って、何のフォローにもなってないですけどね。9時20分で俺もだってさ、あの大学生練習早いんで、もういつもだったら寝てる時間だからね、俺。大学生朝ですもんね。8、もうだから9時前には床入ってるからね。いやいいっすね。もうあの高木さん現役復帰ありますから、絶対読まないからね。あ、瀬古のシュートっすね。ドンナルンマ弾いたやつ。あ、面白かった、ワールドカップも聞きたいですグークさん。あー、ね、ワールドカップもやりたいですけどね。そういうコメントいっぱい欲しいですね、うん、いやでも聞きたいって言われちゃうと我々向こうに行けない可能性も出てきちゃうんで、ね、いや向こうは中継で。あ、いや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 、でも面白いですね、こうコメントがちょっとこうふざけながらもキーパーのこと好きな人が、うん、あの溢れてるというか、うん、だいたい伊藤有志話で普通は盛り上がらないよ。そうですね、全員が知ってるというか、はい、ね、四日市工業でしたね。伊藤さんワールドカップこのメンバーでライブ配信をし、ライブ配信だけ見ながら楽しみます。やめろやめろ、だから映像見ろよ。今日の高木 MC の感想をお二人に、うん、まあまあ、うん、まあまあ頑張ってました。ラビットあります？ラビットはないです。ねえか、そこは推薦します。いやいや、まあ楽しく仕事できたんでね。うん、もう光栄です、本当に。またこういうマニアックってすごく仕事しやすいよね。マニアックすぎて、もいや僕全然マニアじゃないですよ。マニアじゃ完全に。いや本並さんですよ、これで。これでもうまあ、でもそんなの言うたら僕なんか若輩者ですけど、小島さんが今なおプレーをされて足に絆創膏を貼ってるってね。もうこれがキーパーですから。これね、あの中国の E1 の中国で、あの中国戦で PK のちょっとイベントをやってきましてですね。これですよ、生涯現役キーパー愛。飛び方悪いだけやから、ね。そう。違う。僕ね、僕やってるのにこんなになったことない。僕ね、ここのね骨出てるからね、ここ釣りやすいんですよ。言い訳は。でも実は僕もねここあるんですよ。うん、ここいやなるんですよ。俺ない。嘘。はい、それ多分本並さんが下手なんだよ。違う。怪我せえへんのが一番やから。いやー。最後、あもう最後もじゃあゴールキーパー独学さん。楽しかったです。ぜひ学生選手たちにも見てほしいですね。あ、ぜひ推薦してください、ね、ただ僕がこういうふうに喋ってるのを僕が指導してる学生が見たら僕の言うこと聞いてくれないかもしれない。そんなことないですよ。でもいやいや、ということで、試合は3対0でした。長寿の、はい、お付き合いいただきありがとうございました。はい、はい、本並さん小島さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。閉まんないな最後。また9月。